1242日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。よしです。こんにちは。はい、今週も始まりました中川家 The Radio Show。 今から3時30分までの生放送でございます。こんにちは。マイメロディでしたっけ、テレビ東京。あ、テレビ東京ちゃう、東京 FM。 東京 FM、 そう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 。もういなくなるんですね。え、本家っていうか、どう言ったんやろこれ。本家というか、まあ、マイ、うん、マイメロディーちゃんが、昨日やったんですよ。多分、昨日最後やったんじゃないですか。あ、そうなんや。で、あの、強メロディーが、はいはい。あの、うん、行く予定やったらしいんですからね。あ、はいはい、強メロさんがね。なんか、大阪で仕事で行けなかったんです。大阪で仕事？ええ。大阪で仕事で行けなかったんです。大阪で仕事？ええ。何の仕事？大阪で仕事？間に合わなかったんですって。そうなんや。ええー、そうらしいです。ええー、あ、時間何時何時でやってるの、その東京 FM の番組は。5時から8時まで。うん、5時から8時までか。ええー。ああ、強めのさん間に合えへんね、昨日。強めのさん昨日間に合えへんと思うのよ。あ、終わんねや。なそうなんですよね。だから、うん、ね、師匠がいなくなるから。そう、あ、ほんまや。強メロディーちゃんはもう、どうすんの、どうすんでしょうね。どうすん、でも、やめた。原型が、原型がないんですよ、原型が。原型がなくなってんのに。そうか。そうなんですよ。元がないのに。元がないのにということ。なくなったのにっていうことか。だから、うん、逆に、その、マンボヤシロ君にこっち来てもらっていいですよね。こっちから行けないのなら、うん、マンボヤシロ君が来てもらって。来てもらってということでもいいんですけど、まあ、そんな。あ、来てるよ、それ、メール。これ何なんですか、僕。これはね、よくわからない。この方、コネちゃん。8月から始まるライブスタンドに向けて配布されていた、つよしさんの名刺が、ツイッターでかなりバズっております。お二人はご存知でしょうか。最近、アイドルの、証明写真をスマホの裏に貼るのが流行っているそうです。っていうので。ああ、それがあって。そう。それがあって、これ、おっさんかいな、これ。僕。いや、でもみんな、ねえ、なんかこのジャニーズの人誰みたいなことなんか言われてるみたいな。こんなおっさんおらんやろ。こんな口への字口の怖い顔ですよ、ね、怖い顔して。これ俺しかわからんけど、コストコの証明写真やんこれ。そんな悪ないよ、白黒で。そこまで、いや、これが白黒なだけ。あ、そう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 、怖いですわ、もう。いろいろありますね。これもう知ってる？名刺。名刺いろんな人出してるでしょ？わっちどりとかかまいたちとか、はいはい。メルカリで売ってねえで。え？え？この名刺。マジで？うん。俺の333円やん。で、コンビで700円。とか。へぇ、うん、だからこれ、どっかで売ってるとかじゃないからね。あ、これ配ってるやつやったっけ？うん、なんか手に入った人は売ったりする人もおるみたいね。こんな名刺を売るってさ、買う人がおるっていうのがまたすごいんやけどね。そうね。需要と供給があるから売るんやろうけど。でも名刺って写真付きいいですよね。あ、まあ。顔を覚えれるからね。忘れるから名刺もらっても、これ誰やったっけみたいなことがあるから。あの、ほんまにね。散々文句言ってたけど、こんな名刺作って言ってたけど。意外とこういうのがね、流行ったりとか。注目されたりとかするんですよね。こういうのでね、広がったりするみたいな、ね、そうなんですよね。つゆさんが333円、コンビで770円。よくわからんです。誰が一番売れた？ソールドアウトになってましたから。あ、ね、まあ、よかったねって言って売れるんですよね。そういう写真、写真というか名刺がね。いや、なんかこれがちょっとした話題になった言ってね。うん、そりゃさすが昔はね。なるほど。吉本のタッキーと言われたぐらい。そうですよね。よく言われてましたよ。吉本のやからね。あ、そうそうそう。あの、安代智子の安代が、松たか子と言われてること。吉本のやからね。吉本の松たか子。そこを勘違いですね。忘れたかもね。あんないつから始まったやろな、あれ、吉本の人が。吉本の誰々とかね。誰だよね。うん、昔古く言うた島木ジョージさんの吉本の渡哲也とか。そう。ねえ。あれは自分で言ってたやつや、ね。あ、そっか。まあ、
そうやって言われてましたけど、ね、まあ、ね、今月、今月じゃわ、今週月曜日の新幹線ね、明石家テレビからこっち帰ってくる時のあんな、はいはい、もう、久々の満席の新幹線、通路、通路、ね、ごめんなさいね、生意気に通路、行き帰ってくる時のあんな、もう、久々の満席の新幹線、通路、通路、ね、ごめんなさいね、生意気に通路、嫌 やとか言うてます、うんうん、まあ、いいんですけど、うんうんうん、通路座んのはいいんやけど、うんうんうん、隣の人がね、うんうんうん、また僕が一番嫌いなハイボール、わ出た、うん、新大阪座った瞬間、座ると同時に、うん、あれはあれは、ほんでそのおつまみを食べてんねん、うん、なんかあの何、うん、味好みみたいなやつ、はい、あのいろいろ入ったやつ、あの煮干しとか。もうすごい、ま、丸いおかきとか。おかき。すごいやんか、あれの匂いって。すごい。はい、それをね、うん、椅子の、うん、椅子と自分の体に挟んでね。間にね。間に。はいはい、肘掛けんところ。はい。そう、なんか前の網かご入れるとか、うん、すりゃいいのに、うんうん、このわざわざ体の、僕のこっち近い方の、わざわざ体の、僕のこっち近い方の、それつまみながら、ごくごく。で、またこ、景色みたいのにこ通路側の方を見てんね、通路側見て向こうの窓見てんね、でふーって言うね、くっさい、ま、もう最悪や、それコントではそういうのやってたけど、やったやった、まさか自分がそういう目に遭う思わへんからね、被害受けたんやそれで、靴脱ぎはんのよ、まあ多いよな、脱ぐ人脱ぐなって、臭いからもう靴下もナイロンみたいな、ナイロンみたいなやつや、通勤快速みたいな、通勤快速汗吸わへんやつやんか、はいはい、ええねんけど、もうちょっとこう飲み方ないかな、そうね、だもう、まあ、実際よう言うてんのはもう家で飲めようっていうのね、よう、ほんまこれはもう我々提唱してますけど、ほんまにもうたまらんねんあれ、よく女の子やって地獄やで、パリ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 言わしょんで、なんかピーナッツみたいな一個ボン落として足元にで俺の方コロコロと転がってきて、もう俺の足当たったまんまピーナッツ取って、もうでこうね、酔う人は分かると思うんですけど、酔うとこう気が大きくなるんですよ、で独り言もあのいつもより大きくなってしまうのね、声が。そうですね、どうしてもね。そのピーナッツ落ちた時も、うん、ピーナッツ落ちたーって言うのもう言わんでええから、臭いから。ピーナッツ落ちたー。臭っ。なんて言うねん、それ。口、自分一人で。もう、地獄の二次会やわ、いうのは、なんとかならんかな、あの酒。酒な、一時はほら、コロナで売ってなかったけど、今ちょっと落ち着いてきたら、どんどん販売して、最近あの、ほら、ジンサイダーってあるやろ、また、でかいの。500の。あ、そう。あれかハイボールやね、今もう、みんな。ほんで、あの、うん、あれかハイボールやね、今もう、みんな。ほんで、あの、うん、作る系の人もおるやろ。作る、自分で自分でも作るなよ、家でやれよウィルキンソン買うて、ミニミニボトルね、ミニボトル買って、はい、ポケットに入るポケットあれ自分で氷の入ったコップに入れて、はいはいはい、ウィルキンソン入れて、うん、こう、うん、作る人もね、バーみたいに、ああいうのもで横はそれで、うんうんうん、最悪や思ったら次京都から後ろ、後ろ、うんうん、後ろ、うん、あの肉まんと缶ビールやってましたはあ、後ろ肉まん缶ビール、横ハイボール味好みで、味好みでもう後ろから横からでずっともうずっとずっと座っても寝ずですね、寝られへんわね、そんな寝られへんよ、でトイレ行くし横の人、はいはいはい、お酒飲んでるしやったこう、うんうん、排泄がな、はいはい、早い、近いから、お酒飲んでるしやったこう、うんうん、近い、排泄がな、はいはい、早い、近いからな、ほんまに、うん、いやでもああいう人ら楽しそうにホーム立ってはんで、もうよし、せやね、俺袋の中覗いてるやろホームで、もう楽しみでしょうがないやろな、あれ覗いたり閉めたり覗いたり閉めたりしてるやんでも何やったら飲んでる人おるやんか、ホームで、ホルホル我慢できんと、うん、そんなの見たいんかないやね、ほんまに多いわ最近、確かにほんまに、家帰ったら逆に飲まへんとか、そんわけわからんことやってるのかね、いや家帰っても飲んでんじゃん、やっぱあんなエンジンかかるから、そらもう、で降りる頃なんかもう顔がもうなんか殴られたみたいになってるやんか
むくんでね、顔がむくんで。新幹線のこう、圧と、うん。いろいろ相まって顔パン2倍になって出てきよるやんか、プシュー言うて。一回みんな飲んでる人あれダウンする人多いよね、熱海あたりで。熱海あたり一回ダウンするな、ダウンした頃にもう着くから、うん、そうやね、トンネル多いからかな、分かっててもやっちゃうんやろね、やっぱりああいうことね。まあね、うん、でなんか名古屋でライブがあったんでしょ、うん、俺あの初めて聞いてんけど、うん、新幹線のアナウンスで、うんうん、あの名古屋でイベントがあったため、うんうん、あの本日は混雑しますみたいなことが、あ、そんなアナウンス入ってたの、誰のライブかちょっと分かんないですけどね、月曜日やったっ、ね、珍しいね、珍しいアナウンス、うん、今回は満席ですみたいなことを、はいはいはい、言われたとてやね、まあ、もう横にはハイボールおっさんが座ってるから、ハイボールマン、ハイボールマン飲むなっちゅうのにもう嫌やわ。居酒屋作ったらどうなんやろな、一車両もうそこ行って飲んでくださいみたいな、その方がええと思うよ、立ち飲みでな。でまあ、さまたその、うん、おっさん特有のほら、うんうん、汗の匂いとかもあるやんか、あるね、あ、まあ、それと酒と味好みで、うん、本当に何にしやわ、ふぶ女の人いないですよね、そんな人。ほら。ね、うん、男の人だけはね。うん、そう。お、うん、女の人はよ、ワイン買ってね。あ、そうそう。ほんで、ワインちょっと飲んで、もう。しかも窓際の人やったら、うん、女の人とか窓のとこ置いて、なんかこう、縮こまって、うん、チビチビ飲んでて。飲んでるでしょうな、うん。なんかすごい気使ってるやんか、うんうん。おっさんはもうそれないわな。ない。もう開放感やもん。ほんとに。広げて。すごいですよ。あ、ほんまに。禁酒車両があればいいのに。禁酒車両この方、ルルルさん。うんうん。うん。ありますね。うん。禁煙車両的なね。まあ、ああ、はいはいはい。そういうことですよね。全席禁酒？禁酒。なあ、まあでもあってもええかな、もうほんまに。な。あと、うん、肉まん禁止。あと、うん、肉まん禁止みたいな。いやいやいや、めちゃくちゃ人気あるから、あれ。えぐいよ。肉まんの匂い。数字の肉まんとかやろ、数字の。うん。いや、あそこはな、信じられへんね、俺、肉まんとお酒飲んでる人が。もう。組み合わせが。すごいと思うわ。いや、すごいね、ほんま。あ、でも、ね、なんかでもトラブルになる可能性もあるもんね、お酒に酔っ払ってなんとかってね、うん、ちょいちょいあるよね。ああ、ね、すごいよ、ほんまに揉めたりするから。喫煙所ももういっぱいから、うん、もう喫煙所も並んでるやんか。並んでますよ。1人しか入られへんからな、はい、1個減りましたからね、7号車がほんで駆け引きやんか覗きながら、お、出てきたと思って行ったら中おったとかねそうそうそう、知らんと入ったりとかね、こっちは中におったみたいなね、そう、まあ今の時期しょうがないけど、ね、今一人本当は三人入れるんですよ。だから意外とああやってタバコを吸う人、うん、まあでも人が多なってるということは、まあなんか戻りつつあんのかなともなんか思ったりしてね。戻らんといてほしいな。ある程度そんな、もうだ慣れてへんもんね。2年ぐらいずっと静かやったから。あとはあのコロコロでしょ。スーツケースを、はいはい、うん、あの通路歩くときに、はい、一回一回椅子当たっていく人ね、ドーンドーンドーンって。もう俺は信じられへんねん。まあ、そういう人間が僕は。注意せえよと、そこはちゃんとね。いや、っていうか、うん、当てたらあかんと思わへんねん、うんうん、なんか何をさ、俺何があったか知らんで。乗る前に何があったか知らん。いろいろ人間あるやん。怒られたとか、その仕事うまくいかんかったとか。いろいろあると思うよ。あるある、ある人は人それぞれね、うん、あるある、うん、さ、あるけどさ、うんうん、その新幹線の椅子にそのイライラぶつけたらあかんわな、うん、まあね、それはそうそうそう、そこは冷静にならんと。あれ、うん、人間が出るのよ、新幹線とか。一人になる、うん、いかんかったとか、いろいろあると思うよ。あるある、それある、人は人それぞれね、うん、あるある、うん、さ、あるけどさ、うんうん、その新幹線の椅子にそのイライラぶつけたらあかんわな、うん、まあね、それはそうそうそう、そこは冷静にならんと。あれ、人間が出るのよ、うん、新幹線とか一人になるからさ。で、まあそういう人見て僕はもう怒るというよりも、うん、あ、この人仕事できん人なんやなって思い聞かせて、自分そういうとこでね、うん、態度に出るというのは、こういう人に限って仕事できない人がこういうことをするんやって思って言い聞かせてるけどね、うんうんうん、ああいう人どうなの？あのまあその号車入ってその扉開いて全席一回見渡す人おるおるおる早よ行けよと思うねん
とりあえず進まんとさ、歩きながら見たらええやん、番号。そう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 。どうせ1から順番なんやから、1、8、10とかなれへんねん。なれへん。それを一回シュッと開いて、一回チケット見てさ、うん、どこやったっけみたいなさ、後ろ詰まってんねん。渋滞みたいなんね、それはね、ほんまに。さあ、開けながらよ、ビール。うわ開けながら耳に携帯挟んで、うん、もしもし、みたいな。ま、だから、もう。忙しい。なんかね、まあまあ、ほっときゃいいんですけど、どうしてもこう耳に入ってくるんだよね。まあ、隣おったらね、さすがに座席の隣はね、そんな感覚も広ないし。お前だったのかって聞こえてきてさ。え？うん。でも、イヤホン外れたやろな、映画見てて。お前だったのかって、うわぁ、びっくりしたってなって。もう。何の映画見てんねん、真剣な顔して。でっかい。缶ビール持って。何の映画っていうのあれお前だったのかいや多分なんか吹き替えっぽかったけどおのおのねおのおの仕方が僕はもうじーっとしてますけどじーっとね、うん、もうほんまにもうそうなんですよじーっとしてますけどじーっとね、うん、もうほんまにもうそうなんですよいやちょっとほんまな気ぃつけてまあそのもう行ったり来たりがね、うん、そまで続けられるかなと思いますけど、うん、なかなか新幹線ってほら、うん普段乗る人そんなにね毎日乗ってますみたいな人僕らは結構乗りますから乗りますねほんまに結構疲れてくるんですよね、うん、いろいろねもういろいろやり尽くしたもんねまあ中でお弁当買って食べてみたりっていうこともずっとやってるしでもこれやっぱりすごいなと思ったのが、うんうん、新横浜着く何分か前にヒューっていうな、うん、もうこれは俺もう分かってん新横浜着く10分前、うんうん、ヒューっていうね新幹線ヒューって小田原あたりやな小田原あたりそういうのを覚えたりとかありますけどね。この看板で名古屋やなとか。ああ、はいはいはい、はい。間ね。間、どこ、だいたいどの辺か。景色だけで。だいたい今30分くらい経ってんなとか。そういうのは分かってきましたけど、もう疲れますよね、行ったり来たりが。まあ、もう移動ね。そらもう。移動しんどいよ。もっと。ほんで、リニアモーターからられる場合があるかもしれない。1時間で行けるんやったらみたいなことあるかもしれないね。大阪まで50分やで。え？で、名古屋までは40分で着くんよ。何がそんな急ぐん飛行機、あ、飛行機ほんだ負けるやん。飛行機は負けるんちゃうかな、多分。で、品川の地下から出ますんで。うん。で、もうほとんど 80% ぐらいがトンネルの中。ああ。景色はもうほとんどないと考えて。だもうお酒やったら死ぬ感じ、ね。死にます、もう。そのね。ロング缶でプハーなんか言うてる暇ない。だから、ジップロックの中入って飲んでるようなもんやね。そうそうそう。言うたら、圧力となんかいろいろ相まって、死んでしまうね、そんなんで飲んだら。圧縮袋や、圧縮袋。しんどいわ、移動。だから僕は、最近はもう、大阪着いたらもう、夕方お風呂行くことにしてるんですよ。もう新幹線の、新幹線の疲れを取る感じで。ああ、はいはい。大阪着いて着いて。もう大阪に行くお風呂決まってんね。はい。大阪着いて着いて。もう大阪に行くお風呂決まってんね、うん、え、あんのあの近所に近所にちっちゃい銭湯がずっとやってるわもうやめたそうにやってる全然おっちゃんとかも全然もう全然やる気は覇気も何にもないただただ番台に座ってるだけの何にも言わへんねんもんありがとうございましたも言わへんいらっしゃいませも言わへんお釣り渡す時も、もう、ベーンって下に置く感じの、もうそんなお風呂ですけどね。どこでも行くんや。でも行きますけどね。ああ、お風呂で入って、うん、で、水風呂入ってたね。うんうん。シュワシュワのおじいちゃんが、横ええか、言うて。おうん。で、水風呂ってあんまり、うん。狭いんですよ。狭いよね。うん。二人入ったら救急の水風呂や、そこにおっちゃん入ってくんね。うん。気持ち悪いな、思って、ケツ掘り出して、おっさんが。おうん。なんでかなと思ったら、あれやっぱりみたいな。あ、お兄ちゃんやん。なんでかなと思ったら、あれやっぱりみたいな。あ、お兄ちゃんやんか。うわうわうわ。すごいおじいちゃんやで、ね。うんうんうん。お兄ちゃんやろって言って、ありがとうございます。やっぱりな、ずっともう、金払ってるとこから見てたっていうから、どっから見てたんやろと思って。やっぱりそう、ええ顔してるな、自分。言うて。ありがとうございます。言うて。水風呂気持ちやな、言うて。あ、そうですね、言うて。お兄ちゃんよ、お兄ちゃんも、うん、弟かみたいな。もう、また、もう、ようあるやつやけど、いやいや、僕は兄です。うん、で、弟はってなるわけ。うん、そんなんさ、
50歳の兄弟が一緒に住んでるわけないやんもう。いやいや別々なんですって、うん、一緒に住んでないのっていう。いくつやから50です、うん、まだまだやなみたいな、おっちゃんなんかもう70、うん、もう過ぎても過ぎてるからね、うんうんうん、もう70、うん、もう過ぎても過ぎてるからね、うんうんうん、でお兄ちゃん51か、うんうん、はい、うんうん、65になったら急に来るからな、うん、って言われる水風呂やで、もう分かりたいのに俺ももう65になったら急に来るから、うん、急に来るとは、うんうん、いや急に来んねやみたいな、もう中身から怖い、中身からおい、それを聞きたいのに急に来るとは、急に来るっていうことや言うから、何やそれと思って、具体例がないね、具体例が、具体例がないもんやから、うんうんうん、65過ぎたら、うん、こうなんねえ、言うて、俺、二人で使ってんねんね、別に。お尻ビシャーって俺のカウント。こないなんねえ、言うて、もう言われへんけど。70過ぎの。うん、お尻。お尻。もう奥まで。もう、ぐにゃーなってんの、もう。ぐにゃでも、わしはもうしっかりしてる方やけどな、みたいな。さあ、そんだけ喋れたらしっかりしてるわな、うん、おっちゃんでもな、うん、そんなほんま。で、歩いてるから、おっちゃんは、言うて。ああ、そうですか。でも、もう、それでも、5分ぐらい経ってるわな。うん、水風呂5分、水風呂5分なんか入ってられへんじゃん。それか。で、最後、おっちゃんも、うん、僕潜っていいかって言うからな。いや、勝手にせえよ、思ってんけど。ザーバー潜り出して。で、潜ってる間に俺出てん。俺出て、見たらまだ潜ってたわ。何してんやろ、あの、やることないやろな、普段、うん、水風呂潜る人間って忙しないよな、絶対。なんか温泉行ってから、温泉行ってからこっち来たんやって言ってたけどな。なんで来んねやろ。あ、2回来たんですか。うんうんうん。なんか温泉旅行行って帰りせんと言ったんかな。なんか温泉旅行行って帰りせんと言ったんかな。いや、なんか近所に温泉あんね、でっかい言うて。はいはいはい、うん、健康なんだみたいな。傷一番のところにあんねん。そっからこっち来たんや言うて。はしごしてんねやと思って。いや、まあな、風呂好きの人いっぱいおるけどな。まさか70過ぎのお尻真ん中間近で見るとはな、思わなかったですけど。まあでも元気なおじいさんでしたね。いや、だからほんまな、もうずっと元気で、ね、みんな元気ですよ今。うん、そう、ほんま、上のね、上の人らもりもり飯食ってるし、うん、俺ら子供の時って70代の人ってもうしわくちゃやったもんね。しわくちゃ、ほんま、たらたら歩いてみたいな、うんうんうん、でさっきもね、今日もプロンと行ったんですけど、うん、はいはいはい、声かけられたんですよ、うんうんうん、あのご婦人に、はいはい、もう白髪の、うんうんうん、あれやっぱりって言われてね、うんうん、プロントで、プロントで、うん、やっぱりそうですわねって言われて、うん、そうですわね、うん、あれやっぱりって言われてね、うんうん、プロントで、プロントで、うん、やっぱりそうですわねって言われて、うん、そうですわね、うん、グラサンして、うん、あの白髪の上品なおばあさん、うんはいはい、グラサン外したら眼鏡やってんけど、うん、びっくりしてんけどあら、ちょっといいかしらグラサンってパッと外したら眼鏡普通にかけてて、うん、あ、もう一個かけてるやんって言うてんけどそれはもちろん聞いてない。聞いてない、そこは聞かへんね。あれ聞いてくれたやろな。72歳やで。へー、あ、その方ね、うん、へー、ついさっきの話です。こんな暑い中うろうろしてあんねや、うん、もしかしたらお会いできるかと思ってって言って、ほなそれやっぱりそうだって、会えるかもしれんっていうのでプロンと来たんや、ほな有楽ちゃん72歳です。へー、チケットが落選したって。え、我々の単独の、いや、もうそ、すいません、もうなどういう手か分かんねんけど、まあすいませんそうやな、うん、中野坂上から来たんでござんすの。ござんすの世田谷じゃないねや。まさかの中野坂上から来たんでござんす。あ、そうっすか、お疲れ様です。うん、写真撮ってほしいわ。なんて言ったりしてっていうから、いや、撮りましょう、言って。で、まあ、だいぶ、5分ぐらい時間かかってんけど、そのカメラの画面出てくる。そうね。年配の方、ね、その時もう11時58分やって、もう、もう、早いかなからな、な、おい。で、まあ、写真撮って。中野坂上で 5LDK 一人暮らしでございます。うわ、ええー、って
うわあ、そうなの。5LDK すごいな。一人で。一人でって言った時も扉開けて外出て行ってた。そっからが本番やのにね。全部お題だけ言うて、あの、年配の人ってな、お笑い好きの年配の人ってすぐお題だけ言うて。おい、大事な。いや、こっちの言うこと聞かんのかいと思って。ほんで、あの、ペニンシュラ行くので、言うて、行きはったわ。出てたったわ。お金持ちやん。嬉しいわ。72歳の人にチケット取られへんかったって言われたら、すごい嬉しいわ。いや、まあね。うん。だって、うちの母親と、うん。そない変われんね。同じ年代やもん、70やからね。ほんまに。だそういう方。すごい嬉しい。ね。うん。そんな思いもせんかったもんね。思いもせん。若手の時なんか想像もせんもんね。俺よりも20歳の上の人が、うん。チケット取れなかったわ、言うて。いや、もう。言うてくれんのも、ほんまありがたい。なんとかな、なれへんが、今なんか全部ね、その、もうパソコンだ、携帯でね、予約せなあかんから、難しいでしょ、年配の。そう、なんかあの、娘にやってもらいましたって言ってたけどね。うん、ああ、なるほど。なかなか難しいですよね。だから、まあ、遠回しに、もう大変やから、チケットなんとかね。そういうことか。あれで。わかってないでございますわって言われてる、友達に。今、ペニンシュラの喫茶店に言われてる。そうか、それやったら、じゃあ一枚、うん、招待しましょうか、とか。ね。そう。だ普通の年代の方にね、来られてもそういう、あんま言われへんけど、その70いくつの方やったら珍しいから、なんかちょっと、もしよかったら僕招待しますんで、あの、連絡先だけ教えていただいたら、みたいなやったら、よかったんじゃ、それを待ってたんちゃうかな。そこ気づかんかったんだ、うん、俺が。そうやわ。なあ、あ、そうか。今、おるんちゃうかな、ベンジさん。いや、もう、行かんで、行かんで。そんなやってたきりないがな、ほんまに。でもほんま、珍しいね。おばあちゃんが見に行きたかったのに行かれんかったって言われたら。あれは嬉しいね。うん。いや、ほんま、それは嬉しいわ、そうやって。ありがとうございます、言うて。うんうん。そうか、それ気づかんかったなそうか。言ってあげたらよかったな。そうそうそう。じゃあ僕、してはんなと思っててんけど。間が、変な間があったよ。なんかあったでしょ、なんとも言えへん、まあ、あったわ。YouTube が立ち上がれへんぐらいの、まあ、あったわ。くるふん、くるん、くるん。くるんって、回ってるやつね。うん。あ、そうやったか。そうそうそう。そう。まあね。嬉しいです、ね。いや、嬉しいも、ね、ありがたいことでも、ね。もう、そうですよ。イベントもやり、もうイベント尽くしやもんね、もう夏以降は。すげえげつないですよ、これ。えげつないです。昨日、うん。発表やったんですか、このサンバさんの全国ツアー。はい、お正月やりましたね。NGK でね、2日間やりましたけど、これ全国ツアーと昭和の笑い全国ツアー。すごいんですよ。ね、もう10月1日、2日、土日で、南相馬、福島。ね。で、来年年明け2月4日、5日が下関。うわ。で、その昭和の笑い全国ツアー。すごいんですよ。ね、もう10月1日2日土日で、南相馬福島ね。で来年年明け2月4日5日が下関うわで、その、3月の4号の週末が、これは宮崎公演です、ね、なるほどやるんですよやるんやほんまに ねえこのまたあんまりこう大都市でしないっていうのもなんかねこうそう、なんか、行ったことないとこ、行きたいって言ってはったのでね。さんまさんが。さんまさんが。うんうん、だから、うん、まあ、こういう場所なんでしょうね。そうですよ。逆に東京とか大阪ではやらないんじゃないかな、うん、あ、かもしれん。ねえ、うん。そうそうそう。だからこれをちょこちょこっと多分やっていくんでしょうね、多分、今後。なるほどね。ねえ、どう、何やろな、ほんま、想像もつかないけど。うん、ほんまにほとんどね。そうなんですよ。もう、だって、うん、もう、まあまあ、さっき、元気っていう話してましたけど、うんはい、ね、清志郎も全国回ったり、そう、コツコツツアーね。みんな、ザ・ボンチさんとかも、またやったり、ノリオヨシオさんがやったりとか、みんなすごい精力的に。庄司さんもやります。庄司さんもやりますね。そう。我々も行きますけど。はい、ゲストで行きますけども、はい。またね、そういうの調べて見に来ていただけたらと思います。はい、さあ、それでは2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We
We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジです。よしです。さあ、このザ・ラジオショー、笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送。月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家と、パートナーはこの方でございます。日本放送、東島恵里です。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫ですか、もうこの暑い日がずっとね。暑いですね。ね、本当に、どうしましょうか、この夏。夏ですか。どうやって乗り越えましょうね。乗り越えられん。すっごいね、外めっちゃ暑いね。もう今日も僕あのカレー食べてから来たんで、今日は初めて言ってみました、インドって常連になったカレーマーブル、マーブルさんね、インドって大きい声で言ってみました。もうすぐ来ました。あ、もうすぐ作ってました。っていうかもう並んでるとこに来ました。何しますかってね、夏乗り切んのっていうか、もう年々やっぱりね、我々なんかも体力的にこの暑さでやられねえな。温度差でね、で中寒いですよ、建物の中が。そう、中寒い、差がありますから ね、 ね、夕の寒いです。そうですよ、ね、どうですか、室温は。今日は室温は何度ですか。 24.5 ですね。あ、いいんじゃないですか、ちょうど、ね、いいですか。スタンドさんになるともうちょっと下げないと。え2人集まるので。そう、そうです。よ、汗かいてそうやもんな、ほんまにね。そう、はい、そうですよ、ね。あ、さんまさんが褒めてはりましたよ、東島。あ、そうそう、そうね、この間月曜日ね、お菓子屋で、あの子、あの子かいな、一緒にやってんの、あ、言ってました。あ、そうですよ、言って。あ、そう、あ、うわ、なかなか達者で、うん、いやないかって言って、ありがとうございます、そうそうそう、一応言ってきました。独身かって言って、おっさんと聞きたなんやろ。そう、未婚か既婚か。確かに真っ先に聞かれた気がしました。はい。そうですか、ありがとうございます。ね、もう本当にね、良かったです、本当にね。さて、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら。めちゃめちゃ歩いた話。はい、さあ、今週ね、むちゃくちゃね、こう歩きました。帰れマンデーでね、めちゃくちゃ歩いたんで、本日はリスナーの皆さんにめちゃめちゃ歩いた話を募集したいと思います。めちゃちゃっていうのに。出てきたメイちゃん、メイちゃん。さあ、歩いて。好きやな、その手の声のやつ。ちっちゃい子の声好きやな。さあ、歩いて楽しかった話、歩いて失敗した、何でも OK でございます、ね。メイちゃんっていうのに。はい。さんにも聞こえるんですよね。違う。昔から好きなんだ、この声出すのがね、ほんまに。芝居。ありがとうございます、ね。めっちゃ芸術に。はい。いや。つまめろさんにも聞こえるんですよね。そうそうそう。違う。ほんま昔から好きなんだ、この声出すのがね、ほんまに。芝居芸術。まあ子供の頃なんか歩いてたというより走ってたし、ね。走ってる子供見ないですね。若手の時はお金なくて歩いてましたし。もう永遠歩いてましたね。もう新大阪難波なんかも当たり前ですから。どのくらいの距離でしたっけ。5キロ、6キロぐらい。6キロ、6キロか7キロぐらいある、もうしょうがないですよね。え、いくらでしたっけ。270円やったっけ、難波。当時はね、当時そう。270円使いますやん、タバコ買えますやん。タバコ買うのか電車乗るのかというか、そうそうそう、タバコ優先順位が、で歩くね。ね、歩くタバコ。そうだから、もう一般の方やったら家族で行ったお父さんがもう一日中ディズニーランド歩きます。そうです、ね、しかも子供抱っこして。メールの方は ngk@1242.com まで、中川家の頭文字 ngk@1242.com です。今週もメッセージを読まれた方全員と、さらに抽選で5名様に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚をプレゼントします。住所、本名、電話番号をお忘れなく。はい、そしてツイッターの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてくださいね。はい、インスタグラムのアカウントもありまして、今日はなんとも癒しの写真が上がりそうですよ。お、何ですか、癒しの写真。金曜日、
ちょっとね、天使がこの辺うろうろしてましてね、はいはいはい、磯山さやかさんの愛犬のリリーちゃん、可愛いですね、はい、と戯れる強しさん、ペロ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 、そうなんです、ね、マスクを、僕のマスクをペロペロ、あかんで、俺遠目から見てたけど、もう何にも与えへんのにお手をおかわりさせてあかんで、ね、お手あかん、さんはなでなでしに行かないんですね、ああいう時は、あ、結構ね、周りおったんですよ、やっぱりみんな今癒しですやんか、そうなんです、このフロアのね、人気者だから、もうみんながいろんな人がね、ほんでちょっとこうわーってやってあげたらいいやん、かわいいでサマーカットしてるし今、いやサマーカットってあんのあれサマーカットなんや、そうそうそう、短めに刈り込んでるっていう、刈り込んでる、いやなんか触ってもし何かあったらとかそんなこと考えるようになって何にもないや別にかわいらしいで、いやかわいいかわいい、ほんまに、つゆさんも猫ちゃん連れてきたらどうですか、いやレジ君がダメなんでもうそれやったら僕もう上のスタジオとかからやらないとか困りますね、妹になっちゃうんで、そうなんです、ぜひね、はい、インスタ覗いてみてください、はい、そして今日2時台のお客様はお笑いコンビチュートリアルさん生登場です、今日トリアルや、今日トリアルですねもうね、KBS でずっとやってる、はい、さあ、中川家座ラジオショー FM93 AM1242 東京千代田区有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です、ここで中央事務所よりお知らせです。現在、キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば、4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください、の田中修平、無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。車を売ろうとしている方、下取りだったり近くの中古車でいいやなんて思っていませんか？それもったいないですよ。実は中古車買取店によって買取額に差があります。しっかり比べないと損するかも。そこで車たかし、車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。平均18万8000円も買取額に差が出てるんです。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば最大8社の査定額が無料でわかります。あとは比べてみて一番高いところを選ぶだけ。車を高く売りたいなら車高しで検索。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続化年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし、これらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。受け取れるはずのあなたやご家族の大切なお金を守ってください。ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、弁護士数340名以上、令和2年に B 型肝炎を提訴した方の約3人に1人がベリーベストです。さあ、あなたも今すぐ給付金がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人、ずいぶんベリーベスト弁護士法人、ずいぶん前に B 型肝炎って言われたっきり何もしていないんだけど、相談できないわよね。いえ、大丈夫ですよ。有働由美子、有働のラジオ。今回のメールテーマは、その話持ってないです。お見合いは50回以上、私からお断りした案件もございました。有働さん、それは事実です。話を持ってください。お見合い500回以上、全部私が却下。ハリウッド俳優もいた。有働のラジオは今日午後3時半から。もりもり。Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
中川家のレイジです。つよしです。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、このコーナー、架空のお店、商品、企業もあります。あ、そうか。はい。この方、ララバイさん。中川家特大寄せ2022の CM をお願いします。内容、演出、グッズなど、もし決まってなかったり、言えなかったら、嘘でもいいです。ぜひお願いします。あ、でも、うん。普通に、6月、うん、8月、6日、7日、うん、13、14、うん、あ、8月6日、7日、うん、ルミネーザ、うん、吉本、13、14、ナンバーグランドカフェ、3年ぶりの単独公演、うん、兄弟ならではの息の合った正統派漫才、地味なモノマネを永遠に披露する、うん、兄弟のたわごと、信頼と実績、ぜひお越しください。うん、っていう、これを、うん、普通なんですけども。まあね。うんうん、これを子供に、全部パッと読んでもらって、で、最後に、うん、中川家って誰？あら。シーって言って、シーって。シーっていうの。子供に読んでもらうというだけのことなんですけども。大丈夫かな、お子さん。息継ぎとかほら。シーっていうの。子供に読んでもらうというだけのことなんですけども。大丈夫かな、お子さん。息継ぎとかほら、そんな長い、結構長い文章やで。逆におばあちゃんとかでもよかったかもしれない。あ、おばあちゃん、ね、おばあちゃんと孫が一緒に呼んでるみたいな。うんうん、ああ。でもいいかもね。で、中川家って誰って、うんうん、おばあちゃんに聞いて、おばあちゃんも、うん、知らない。知らない。おばあちゃんも知らんねや。でも二人とも知らんのかいうのもよかったですけどね。なるほどね。でも子供、まあ、おばあちゃんか、そうやね。あとは、まあ、そうね。みんなうまいもんね。もしなんか、普通に読めてしまうもんね。そうですね。おっちゃんとかね。おばちゃんとかでも。8月6日なのか、ドゥッスみたいなやる？あの映画の告知みたいなやる？ルミネザ・ヨシモード、プッスッわわわ。8月中、ブワーワー。ナンバー、バーワーで。どこで言えてんねん。どこで言えてんねん。情報聞こえへん。3年ぶりの、ブワー担当は、公演、ブワー。そっちもおもろそうやけどな。どっちがええやろな。うるさいなっていうやつ。そうそう。終始うるさい。文字がもうあの宇宙の果てからぐーんとこっち、ね、出てくる。出てくるやつ、ね。やつみたいな感じ、まあ、でもいいんですけどね。いや、どっちやろ、どっちがええやろ。でも子供も聞きたいな。子供いいですよね。かわいいね、子供の。で、おばあちゃんが、死か、私も知らんって、知らん。わあ、これ迷うな。でもまあ、子供がいいんじゃないですか、ね。子供。可愛らしく告知する。ね、あんまり聞いたことないですか。そうね。ボカンなやつはほんま聞こえへんもんね、情報が。それか夢グループの社長に言ってもらうのいいかな。コンシャートが。コンシャート。いや、もうなんか、お金取られ、シャート。いや、もうなんか、お金取られそうで嫌やな。そうね。じゃあ子供でね。さあ来週も楽しみ、お楽しみということで、受付メールアドレスは ngk@1242.com ngk@1242.com 懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10-10。比べないと損するかも。そこで車たかし。車たかしのサイトなら最大8社の査定額がわかります。平均18万8000円も買い取り額に差が出てます。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ここでベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方、またそのご家族の方へ給付金のお知らせです。ご存知ですか？国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に50万円から3600万円の給付を行っています。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。
しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後に、この給付金ですが請求期限があります。受け取れるはずのあなたやご家族の大切なお金を守ってください。準備期間も必要ですので、今すぐお電話お願いします。まずはあなたやご家族が給付対象なのか無料でご確認ください。もう一度言います。 B 型肝炎の給付金は請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐお電話お願いします。まずはあなたやご家族が給付の対象なのか無料でご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。弁護士法人。日本放送。強しエンレジー from 中川家。ラディオショー。ラディオショー。さあ、テーマメールいきたいと思います。テーマは、めちゃめちゃ歩いた話でございます。この方、愛知県の、風船のゆくえさん。旅行中の話です。居酒屋を求めて歩き回り、やっとお店を見つけたと思った時、携帯をなくしたことが発覚しました。幸い少し前に立ち寄ったスーパーで忘れたことにすぐに気づけたのですが、それを友人に打ち明けたところ、地獄の空気に。すでに歩き疲れていた友人は不機嫌になり、ついてきてくれず、私は雨の中一人寂しく往復約30分の道のりを歩きました。いやね、誰か財布なくしたとか言って一気に盛り下がるもんね。ほんま。心配で心配。ほんま。心配で、もう話が全然おもろなくなってきた。あれね、ほんで、迷うのよね、言うか言わへんか、落とした人もね、ああもそうね、うん、場を盛り下げたくないから、わからんことないんやけど。いや、まあ、こう、歩き回った後やもんね、これ、まあ。怒られたりしてね、ほんで。なんでなくしたんやとか、もう、元のことを話す。ね、説教されたりするから、嫌ですもんね。もっと探してみっていうのがようあるよね。ある。いや、ないからこっちも言うてんねんけどな、ね、さあ、帰ろうかっていう時にね。うんうん、ごめんとか言って。どうした？何？財布なくしちゃった。財布。おい。ちょっともっと探してみてよ、そこかな。お会計はしよっか、とりあえず。何？やんの今も。じゃ、先探せよ。なんで怒ってんの？いや、別に怒ってへんねんけど、お前困るやろ。違うところで。喧嘩に勃発。いやこれはほんま気ぃつけた方がええわな。ほんま友達と時ね、一人やったらもう何とでもなんねんけども。もう生で持ってる方が安全かもよ、ポケットに。お金？うん、札と。あ、マネークリップ。小銭と。あ、まあそうやねんけど。いや、それは怖いねん、俺財布のカバン、パチラって、ほら。何回も確認してもな。何回も、チラって見た時ない？ってな、ある時あるやん。あるある。怖いのよな。あれ、決めとくのが一番ですよね、ほんま。場所ですか？場所、うんうん。ここに絶対置く。まあまあ、財布、まあ、カバンなんか入れるのか、ポケットに入れるのか分かんないですけども、どこか場所を決めてると、もう絶対なくさへんっていうのはね、ありますよ。女の人は困るよね、カバン変えるから。そうなんですよ。コロコロ、コロ変えるから。あ、そう、ほんだら前のカバンに財布入れっぱなしとか。あ、うわ、怖っ。あ、そこにっていうのが。あと、ポイントカードもね。あ、そうですね。あっちのカバンに。あと、ポイントカードもね。あ、そうですね。あっちのカバンに入れたから、使われへん。今日持ってきてなかったみたいな。そうそう。うん。持ってこいよ、言って。あるね、怖いですよね。そう、怖いからね、気をつけていただきたいと思います。はい、さあ、この方は、静岡県富士市の直人さん。僕は中1の時の林間学校で標高1500メートルの山に登り、すぐに降りてそこから宿泊所まで6キロ、山道を歩いたことがあります、うん。朝9時から夕方6時までずっと外にいたので死ぬかと思いました。ああ、よう歩いたよね、昔。歩いたね。歩かしよるよね、林間学校は。山登ったな、伊吹山。伊吹山滋賀県のね。低い山は伊吹山登らされたな。
登って降りて泊まって帰って。何やろな、何やろあれ。山頂で弁当食うて、さあ皆さん帰りますよって、うん、ちょうどバス乗るときに背中にカブトムシが止まってん僕。おそれしかない。思い出。寝かけて背中にカブトムシ止まってるって言うて、うるさいやつ。ちょっとしたことでそこしか覚えてないもんな。いやもう山登ってそ山登ってなんかもう降りてなんか景色をチラッと見たぐらいしか。林間学校って厳しいのよね。なんかそういうカリキュラムなんや、学校の。修学旅行みたいに緩くないやん。うん、ほんまに。そやね、お前それぐらいしかほんま覚えてないな。そやね。なんかもう中学の時やったっけ、なんか海に中二の林間学校は、なんか延々。林海ね。あ、林海か。うん、なんか2、3キロ泳がされた。先生ビール飲んでたからね。今やったらもう。めちゃくちゃ今やったら首だよ。アウトアウト。アウトアウト。アウトやんな、お前。俺ら必死になって、永遠してろ。遠泳遠泳ね。死ぬ時に。岸見たら、先生ビル飲んでたら。アウトやんな、お前。俺ら必死になって、永遠してろ。遠泳遠泳ね。死ぬ時に。岸見たら、先生ビル飲んでたら。ビール飲んでたから。びっくりした、思い出したわ、今。お前やな。はい、今日のテーマはめちゃめちゃ歩いた話です。この後もお寄せください。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。ここで横浜馬車道の老舗フレンチレストラン馬車道十番館からのお知らせです。馬車道十番館はレンガで舗装された道やガス灯の街路灯のある横浜馬車道にあり、明治時代を彷彿とさせるレンガ造。2階は英国風酒場、3階のレストランでは優しい味わいが特徴のフランス料理を味わえます。少人数のご家族で利用できる個室から宴会や披露宴などの集まりにお使いになれる大小2つの宴会場があります。披露宴は1日1組限定となります。ゆったりとした上質な時間を過ごされてみてはいかがでしょうか。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。来週の日本放送ラジオリビングはスペシャルリビング夏の大感謝祭、山形牛の切り落とし、18金騎兵ネックレス、日立エアコン白くまくん、高島屋のダイヤモンドペンダントなど豪華商品が勢ぞろい。来週のラジオリビングをお聞き逃しなく。時刻は1時53分になりました。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。日本列島は今日も高気圧に覆われ各地で気温が上昇しています。気象庁によりますと、今日午後埼玉県熊谷市で40度ちょうどを観測しました。今年全国で40度に達したのは3例目です。このほかこれまでに埼玉県鳩山町で 39.8 度、群馬県桐生市で 39.5 度を観測するなど、すでに広い範囲で最高気温が35度以上の猛暑日となっています。東京都心でも午前中に37度を観測し、東京は7日連続の猛暑日です。都心で37度を観測するのは4年ぶりです。気象庁はこまめに水分を補給するなど熱中症に警戒するよう呼びかけています。で、東京都は今日午前エネルギー等対策本部を開催し、小池知事は節電対策について次のように述べました。熱中症にも注意しながら、この夏の節電対策を広く展開をする、そのことでさらに厳しさが見込まれます。その後の冬の取り組みにつなげてまいります。次に、日銀が今日発表した6月の短観企業短期経済観測調査によりますと、日本経済の動向を大きく左右する大企業製造業の景況感を示す業況判断指数は、
3月の前回調査から5ポイント下落し、3ヶ月ごとの四半期で2期連続で悪化しました。ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響による原材料などの物価高が響きました。その物価です。総務省が今日発表した生鮮食品を除く東京都区部の先月6月の消費者振興や円安の影響による原材料などの物価高が響きました。その物価です。総務省が今日発表した生鮮食品を除く東京都区部の先月6月の消費者物価指数は2020年を100とすると 101.6 で、去年の同じ月と比べて 2.1% 上昇しました。上昇は10ヶ月連続で、日銀が物価上昇の目標として掲げる 2% を超えました。次に、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長就任に伴い自民党を離党していた橋本聖子参議院議員の自民党への復帰が今日付で了承されました。橋本議員の復帰により今回の参議院選挙で改選されない自民党の議席は55から56に増えました。これに伴い自民党の勝敗ラインも変わり、党総裁の岸田総理大臣非改選を含めて与党で過半数は56議席から55議席にハードルが下がりました。おしまいに、覚醒剤所持の疑いで警察に現行犯逮捕されたアイドルグループカトゥーンの元メンバー田中聖容疑者が自分で使うためだったと供述していることが分かりました。これは捜査関係者が明らかにしたもので、警察は今日田中容疑者の身柄を検察庁に送りました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いや参ったね。嘘だろラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムがついにスタート。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し。詳しくは日本放送のホームページで。あったかくして寝ろよ。ぽっかりじょう。時刻は1時57分になりました。過払い金の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りする日本放送交通情報です。警視庁の和田さん、お願いします。はい、一般道路の状況です。都内の京葉道路の上りは江戸川区松江1丁目で事故のため1キロ半渋滞しています。瑞穂町武蔵で工場の火災のため、近くを通る新青梅街道の下りは1車線が規制されていて1キロ半渋滞しています。首都高速道路は横羽線の下りが塩入りで事故のため4キロの渋滞です。都心環状線の外回りは千代田トンネルに乗用車が止まっているため1キロ半の渋滞。この影響で4号線の上りは三宅坂ジャンクションで1キロ渋滞しています。高速道路の状況です。関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。道路交通情報センター和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分ごろお届けします。それではテーマメールいきましょう。めちゃめちゃ歩いた話。この方は足立区の波乗りトマト、3歳の娘の誕生日プレゼントを兼ねてディズニーランドに行ってきました。ある程度歩くことは覚悟してたんですが、下の子が0歳なのでお腹減るたびにベビールームまで歩かないといけなかったので3万歩近く歩きました。うわ、次の日は足がパンパンで1日寝ていました。3万歩、これはもうざまね、見せてやりたいっていうのはねあるんでしょうけど。へえ、娘ちゃんがね、僕も子供2人両手に抱っこしてディズニーランド歩き回りましたけどね。まだ1歳でしたから全然何の、 あのリアクションもなかったないよな、ないよな。あ、でも見せなダメなんすって。あ、ね、分かってないやろうけど、分かってないやろうけど、それがやっぱりあのちゃんと残されるみたいですよ。一応そういう教育なんやね、そういう子育ての。は？は？いや、はちゃうごめんなさい、真面目に言われるよ。まもなく2時です、はい、うん、カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10
地域の ICT 相談窓口 NTT 東日本、日本エクスプレスホールディングス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。ザ・ラジオショー2時です。午後2時を回りました。中川家の0時です。剛です。日本放送東島えりです。中川家ザ・ラジオショー笑いをテーマに、東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。それではまずは2時の強めのさんのお天気です。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。いい天気ですね。いい天気です。暑いですけども、気温は34度、湿度は 47.5% です。はい、はい、あ、外を見て、外の様子は今日は言わない。見るのって今放送中ですからね。暑そうですね。暑いですよね。みんなどうですか、眉間にしわ寄せて歩いてますかね。長袖でね、はい、あのペニンシュラのあの、はい、うん、木々をね剪定してる方がいらっしゃる。うわーさらご苦労様でございます。木々をね剪定してる方がいらっしゃる。うわーさらご苦労様でございます。暑いのにね、本当に水分を取っていきたい。はい、着てますけど。着てますか。大変なお仕事ね。ね、うん、はい、サマーカットだな、木々も。サマーカット。すいません、あの一人ごとがもうすごいんですけど。すいません。サマーカットは磯山さやかさんのワンちゃんだけしか。リリちゃんだけ。お庭もサマーカットじゃないですか。サマーカットでございます。またあのお便りの横浜市の、りょうさん。りょうさん、はい、よく聞くな。そうなんですよ。つゆめろちゃん、ご無沙汰しております、はい、おすすめの夏バテ対策を教えてください。夏バテ、やっぱサウナがいいんじゃないですか。サウナ行くんですか。サウナで汗をかいて、はい、塩分を取るということですね。はあ、塩分はどういったもんで。やっぱ塩分をずっと取って汗かかないと、次の日目がパンパンで目が開けられない時があったので。あ、はいはいはい、私、はい、夜中の、それはやっちゃいけませんよ。ダメなんですか。ダメです、やっちゃいけません。寝る前の焼きそばと寝る前のハッピーターンを、はい、次の日に、はい、本当にあの、はい、ハッピーターン開けれないぐらい目が閉じちゃうので。あとふくらはぎもパンパンになりますから。ダメですよ。汗をかくということが、これ、うん、まあ大事なんです。循環させるということが大事、はい。あのずっと室内にいるのもあまり良くないと。良くないです ね。でもまあ今なんかあんまり外出するとね、ちょっとやられてしまいそうなんで、なんか時間を見つけて、そういう時はあのクーラーを切って一旦汗をかくという方法もありますけれども、ね、はいはいはい、はい、気持ちいいですよ。あ、そういう風にして一回切って、でもあかんと熱なったと思ったらもう一回つけてとか、まあ、汗をかくというのが大事と。そうなんです。水分を出すということですね。なる。そしてまた水分を入れるということが大事だと思います。ちなみに、はい、お酒を飲んでスカッとしたって言いますけど、はい、あれは水分ではないので、あくまなので、はい、水分補給にはなりません。はい、はい、じゃあ来週、はい、木曜日、はい、午前中来てください。木曜日はね仕事でちょっと午前中無理なんで。あ、じゃあ来週だ。来週ですね。じゃあ薬を出しときましょうか。はいはい、わかりました。なんでクリニック来てるの。ついに開業されたんですかね。強めのクリニック。いやもうそんな言うたらやること増えますよ。強めのさんも気をつけていただかないと。はい、ね、はい、じゃあお天気の方、はい、お天気です。関東地方晴れて気温が朝から早いペースで上がっています。ニュースでもお伝えしましたが、東京都心で7日連続の猛暑日。この熱中症予防対策ですけれども、屋内にいらっしゃる方、あの強村ちゃんとちょっと逆行しますけれども、エアコンをぜひつけて。あ、飽きませんやん。ねえ。全然ちゃうこと言ってますやんか。無理しないように。あ、まあ、これはもう20年ほど前のお話だったので。そう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 。あ、そういうことですか。ちょっと時代がね、ごめんなさい。強村ちゃんは大丈夫かもしれないんですけど、あの適度にね温度を調節していただいて、あとちょっと外に出る方だったら日傘や帽子を着用する。で今ペニシュラの方もそうですけれども、うん、もうお仕事 で、ね、屋外での作業が長い方、うん、もうこまめに休憩を取りながら、水分はもちろんですけれども塩分の補給を忘れないようにという点、はい、喉が渇く前に水分取るようにしてくださいね、はい、この後もお気をつけください、はい、さあこの後は本日のお客様チュートリアルさんが生登場です、はい、お楽しみに。
東京税理士会所属税理士法人48より最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 ビッグカメラ小島エアコン買い替え祭り、今お使いのエアコンを400-800-400-800。ビッグカメラ小島エアコン買い替え祭り、今お使いのエアコンを最大3万円で下取り、壊れていても下取ります。その他にも当社指定エアコン3台目半額など購入特典も盛りだくさん。詳しくは店頭またはホームページで。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。 Welcome to the radio show。さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方々です。どうもチュートリアルです。お願いします。よろしくお願いします。チュートリアルお願いします。初めて来ていただきましたね。チュートリアルからほんまありがとうございます。いじってたでしょ、我々来る前から京都リアル京都リアルつって。ちょっとなんか休業中の旅館みたいなKBS 京都でしょ。やめやめやめ、ちゃんと旅館ちゃんとしてるわ。 KBS 京都リノベーションしたみたいな。すごいな。まさか通ってんの KBS。 いやこっちで撮ってます。あ、東京でね。そう、さすがにちょっともう通えなくなりましたよ、はい、でもこっちで撮ってるとこも、うん、めっちゃカラスうるさいんですよ。窓際にカラスめっちゃ止まって、だからコロナになって KBS の京都の、うん、京都市、うん、KBS 京都の東京支社でな、撮ってんだけど、そうそうそう、銀座のビルなんですけど、ほんまめっちゃカラスが止まって泣いてんすよ。銀座にそんなカラスおんねん。だからオンエアカラスの声入ってんすよ。マジで。ほんまに。あ、そう。そんなとこで。すごいね、20年は。ほんまに。ね、長いですよね。長いよね。京都リアルと共にやの。ほんまにそうですね。もう。ね、はい、20年やっててもそんなに、うん、認知度ないっていうのすごくないですか、京都リアルのこと。でも、うん、結構俺前から知ってたけどね。どうですか、うん、京都リアル。ずっとやってる、ずっとやってる。ずっと、送ってくれるリスナーとかいてるでしょ、もちろん。あ、います、います。送ってくれるリスナーとかいてるでしょ、もちろん。あ、います、います、います。もう20年間。でもやっぱり、うん、僕らのとこに、こう、すごく送ってくれる人とかは、うんうん、やっぱりそれこそ、うん、オールナイトニッポンとか、はいはいはい、他の芸人さんも、それこそ、中川家さんの番組とか、うんうん、ナイツの番組とか、うんうん、あっちこっち出してるんですよ。はい、はい、はい、はい。で、やっぱそういう、うん、あ、出してんねやって気づいた時になんか、うんうん、なんか、すごい、なんか寂しいというなんていう、あ、こういう、あ、この人はメジャーでも、メジャーでも活躍してんねや、このハガキ職人なんていう。なんとなくこの、ハガキ職人に対しての劣等感みたいな。いやいや、なんか、でもみんな送ってんねんからな、一緒に。そうやで。それはもう浮気じゃないもん、それは。なんかちょっと寂しさ。寂しいと。で、なんか多分その、うちのラジオに送るときと、うん、オールナイトとかに送るときと、気合の入れ方多分ちゃうんやろうな。いや、それはそう。いや、絶対それは。それはそうですよ。なんで？ブルペンで投げてる感じで多分俺らの。京都リアルはブルペンみたいな、ブルペンで投げてる感じで多分俺らの。京都リアルはブルペンみたいな感じで来て、やっぱり京都リアルで試しといて、うん、そう、試しといて、一回かけて、一回かけて、で、二人がどんな反応するか聞いて、で、オールナイトニッポンに。長木さんのラジオショーに来たりとか。いやいや、そういうことです。ミキもやってるもんね、京都。あ、やってます、やってます。結構やってんのよ。はい、そうね。ミキさんね。だから、前、僕らのやってたディレクターとミキやってたディレクター、うん、同じ女性ディレクターやったんだけど、ミキと女性ディレクターがめっちゃ喧嘩するんですよ。めっちゃ
めちゃ後世と喧嘩するんですよ。今時今時何が原因で何を喧嘩するの。いやなんかチュートリアルさんの時はペットボトルのお茶があったのに俺らの時置いてないってめちゃ喧嘩してました。後世が何でやいって。あと大崎会長と、あそうだ、KBS さん、KBS さんやってるやってる、うん、そうすごいよね。実は吉本と KBS の付き合いってすごいんやね。すごいですよね。我々も KBS 京都やってましたし、やってました。そうはい、そうですよね。そうですよね。呼んでよ、KBS の方、僕ら。いや、もう絶対行きませんやん。いや、行くよ。いや、絶対行く、来ないでしょうし、しかもやっぱほんまに、ほんまにお金ないんで、もう、ゲスト呼べないんですよ、ほんまに。ほんまに、ほんまなんですよ。だって今日とかめっちゃスタッフさんいるじゃないですか。ああ、いてくれてます。今日とりあえずほんま、我々二人とディレクターだけですよ。ほんで、今もうリモートで、で、コロナ、開けても、もうリモートやったら交通費かからへんっていうことがもう、味しめてもうて、ほんまに、カラスの声めっちゃしてるブースに、俺ら二人で、で、パソコン。そう。で、画面でリモート。そう。京都から向こう。京都から。で、さあ、徳井さん、ちょっと収録始めるんで、こっちの、パソコンの音声切ってください、とか、はい、はい、って切って。ほんまにな、で、作家さんももちろんいいんから、ほんまだから、作家いないっすよ。だから来たメール全部自分らで見てんの。そうですよ。だからもうすぐ手作り感がすごいよ。そうです。手作り感がね。でもすごい。福田くんもやってるしね、ほんで。うん。女の子ってやってないだろ。あ、よう知ってますね。うん。そうですよ。やってますよ、サテライトオフィスプレゼント。あ、ちゃうか。あっちか。そうそう、トゲヘム。いや、僕個人的な意見としては、大丈夫な、あっちの方の女の子とやってる方のラジオは。どういうことですか、大丈夫。どういう意味ですか、大丈夫なんて。いや、なんか大変そうやったな、大変そうっぽいなっていう。そんなことないよ。いや、心配してたのよ。マジですか。で、俺もちょっとそれ聞かせてもらって、すごい心配したね、やっぱり。大丈夫かなって。なんかよく食べるんです、言うて話終わってたから。それが売りです、あの番組は。そこはでもやっぱ福田のやっぱ聞き上手なところで。聞き上手やね。すごい興味あるみたいに聞く。お前失礼や。お前興味あるわ、お前。誰が興味あるみたいに聞いとんねん、お前。いや、福ちゃんの聞き上手がひどすぎた。ずーっと聞いてるけど。ええやん。ひどすぎた。ずーっと聞いてるけど。ええやん。甘やかしすぎやと。甘やかしすぎ。あとはもう言わな。確かに。もうちょっとなんかないって。やめ。一切言わないですよ。これでもな、なんかグラビアの撮影で沖縄に行ったんです。とか、ああ、そうなんや。とか、なんか、何したんとか、仕事以外。まあ、美味しいもん食べたり。ええーとか言って、リアクションして。全然。ものすごい普通のことやったんですけど、そうなんや。グラビアの撮影って、それ、どんな撮影があんのとか。すんごい食いついてましたもん。偉いやないですよ。偉いわやないですよ。ラジオ聞いた感想、偉いわやないですよ。じゃあもうそれって、僕だよ、もう心底やっぱり、そうなんやっていう。もちろん、心から出る。心から。いっぱい食べますって、どれぐらい食べるんで、あれとこれとこれと。なんでまたその後これと。すごい。食べるイメージなかったけどな。すげえなと思って。いや、ないよな、僕だな。そう、ちゃんと。一生懸命。ちゃんとアイドルがどれぐらい食べるかをちゃんと聞いてリアクション取ってんすよ。いや、恐ろしいな、ラジオって。落ちないとかでいじろうなんていう気、妄想ないぞ、そんなの。ないな、もうないそれはな、全くない、そんなもん。ほんまね、もう、偉いです、ほんまに。まあ、お互いコンビでももちろんやってますけど、まあ、お互い、結構趣味が、ああ、でも、得意が最近な、YouTube で。YouTube 見てますよ。得意くんのめっちゃ面白いで。いや、そうなんよ。猫と一緒にご飯食べたりして。え？ダメ出しするんですよ。え？何ダメ出して？僕ね、動画で、まあ、飯食ってるんですよ。僕、自分で作ったやつを。なんか、猫がね、その食卓の上、上がってくるんですよ。で、うち別に、僕一人暮らしなんで、まあもうあんまり食卓とかどこ上がっても別に怒らないようにしてるんですよ。一切怒らないという育て方してるんですけど。お前、あれ、食卓に猫あげんのはあかんでって言って。なんか、ええやん、別に。お前、猫がね、その食卓の上上がってくるんですよ。で、うち別に、僕一人暮らしなんで、まあもうあんまり食卓とかどこ上がっても別に怒らないようにしてるんですよ。一切怒らないという育て方してるんですけど、
お前、あれ、食卓に猫あげんのはあかんでって言って。ちょ、ええやん、別に。お前、あれはほんまな、あかんわって言って、俺、つよしさんに芸事で一切怒られたことないですけど、初めて怒られたから食卓に猫あげんなっていう。もういい。ほっといたらいい。独身のおっさんが一人でさ、独身のおっさんが一人で暮らしてたら猫テーブルあげても別にええやん。もう、ほんでな、猫が、徳井が作ったパスタに匂ってんのよ、こうやって。もうついてんねん、鼻に。パスタが全然気にせん、それでもちょっと俺も食べるパスタやからいいですよ。ほんで手でグーッと押してるだけや、猫グーッと押して、でまた猫来て食べてみたいな。いや、それは別に強さんに出すわけちゃうねんか。強さんに出してて、うちの猫が強さんのパスタに来たら毒やから。それはそうですけど、なめんようにやっぱ寸でのところにパッと止めてますんで。それはでも自分でナレーション入れて、自分で編集して、編集も自分で、移動中も撮ったりとか、自分でお弁当を作って、新幹線の車内で食ってるやつとか、見てしまうのね、ずっと。それ昔からそんなもんやってたん、料理、自分で作って。料理、まあ、ぼちぼちやってましたけど、うん、ほんまここ2、3年ですね、うん、めっちゃやるようになったのは。その自分で弁当作ったりすんのも。はい。いや、すごいね。なんか、映像も綺麗し、すごい、見てしまう。男前もね、やっぱり、いつ見ても、やっぱり、小ざっぱりしてるわ。小ざっぱりしてる。小ざっぱりしてる。小ざっぱりしてる。今日も日本放送そこのね、喫煙で会うだけで、小ざっぱりしてるんだよ。男前やもん。小ざっぱりしてる。結局はね、こんなに。キャンプもやったりしてるんだよ。キャンプをやってますね。何すんの前であれ、キャンプって。して、ソロキャンプとかでしょ。何すんの前であれ、キャンプって。して、ソロキャンプとかでしょ。お二人全くしないですか。全くしない。ああ。いや、強さんとか、どっちかというと、ハマりそうな感じですけどね。向いてんねや。はい。いや、やった後の虚しさがもう嫌いやから。虚しさ片付ける時の。ああ。何や、ね、今家でええやんけって。ね、家でええやんけ。片付けてる時の思うね。はあ。虫とかもおるし。まあ、余計なことを、ね。実際、だから、トロサーモンの、ほら、村田さん。はい、村田さんですね。で、結局、お前、何してんのって、夜の山で、焚き火焚いて、はい、あ、スマホ見てますって。いやいやいや、まあ、本末転倒ですよね。うん、スマホ見てます。そう聞くとね、うん。スマホ見るしかないんですよ。やることないもん。あるやん、星を見上げてさ、巻きくべんでない。星なんてお前、そう、持って2分やで。2分見たら長い、ええ方やで、星なんて。なんかわからんけど、鳥が鳴いたり、虫鳴いたりとか、そういうね、うん、声聞いたりとか、鳥も虫もずっと鳴いとるもん。いや、寝れへん時あるんですよ、たまに。怖すぎて。そうですよね。レイさんもやらず、ご家族と一緒に。いや、もう嫌やね。あ、嫌ですか？もう、いや、もうめんどくさい。外で食べるとか、誰が片付けんねんとか、誰が食材買うてくんねんとか、大嫌いだった昔から。福ちゃん、僕、キャンプ行ったらいっぱい食べるんです。マジっすか、そんなイメージなさそうですけどね。そんなイメージないやつ。そうなんすか、やっぱ大空とか大自然のところで食べたら食欲増すんですかね。やっぱそういうもんかもしれないですよね。気持ちいいな、こんなに言うてくれたら。僕がおったら話途切れないですよ。途切れへんな。上手やな。昔から学生の頃からそうですね。あ、もうそんな感じね。はい、座持ちがいいのがもうすごいめっちゃすげえ才能やから。有田さんが YouTube 始めたんですけど、プロレスの話をずっとやってる。あれだから、とにかく聞くんがうまいって俺呼ばれたんですよ。ほんでずっと出てんのかね、はい、有田さんのやつ。福田さんが聞いてたら、あいつとか僕プロリスナーって呼ばれてるんですけど。福田さんが聞いてたら、あいつとか僕プロリスナーって呼ばれてるんですけど。プロリスナーが来てるから大丈夫。すごいな、それも。ラジオ番組とかでちょっとなんかね、こう沈黙続いたりとかする、まあなんかわからないけど、アイドルさんとか、アーティストの方の番組とか、福田さえいりゃもう、一切。あ、そうなんや。もう生放送の CM 中な。座持ちがええもんな。CM 中ももうずっと喋ってます。正直黙ってしまうやん。その、まあ特に多分人見知りやろ。もう全然ずっと喋ってます。全然。もう共演者、今日のご飯何しますとか言って。ま、はぁ。それガンガン。素晴らしい。いや、ずっと幼稚園とか一緒でしょ、二人。はい。もうずっとこんな感じな。もう子供の時か小さい時かずっと中高。ずーっと。
とから、うん、でもまあ友達の中ではよう喋ってましたねやっぱね。ああ、はい、仲いいねもともとな。そう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 、幼稚園からですもん。いや40年以上のつまあ、それはもちろん長崎さんもっと兄弟やからで、だよの前やで、もそんな。いやもう分かんない、兄弟で漫才して、でだよの前やで、もそんな。いやもう分かんない、兄弟で漫才してやってるって感覚よく分かんないですよ正直どういう感覚でやってるのって思うの。あんまりちょっと恥ずかしいことあらかめて言われるすごい恥ずかしいことやってんねんなって思ってだって、いやでもなかなか自分の兄貴と漫才するかさ、なかなかそういう発想になったこともないから、まあね、いやほんまに、いやだ福田は福田でさ、はい、ずっとバイク、バイクですね、バイク9台持ってんのかな今。9台持ってんのか、もう9台か8台かよう分かんないです。もう何台か持ってます。いやもうほんまごめん、うん、そのキャンプより興味ないわ。なんでやん、興味持ちが分かれへんもん。いやそれどういうバイク。いや基本的にはもう速そうなやつです。すっごいあのサーキットとかで走りそうなような形のカウルがついてこう伏せるような。速そうないっぱい持ってるんです。ほんでなんか一回10台、うん、なんか10台ぐらいあった時あったよな。なんかあったあったあった、うん、10台ぐらい持ってる時に、うん、みんなに聞か何台持ってるのって聞けば絶対9台って言うんですよ。だから1台サバヨンっていう。なんで、なんでやったらなんか10台っていう。なんで、なんでやったらなんか10台はちょっとな。10台やったら引くもん。あみ10台って言ったら引くやろ、バイク10台って引くやん。いや一緒やねんけどな。9台って引かへんやん。10も9も9も10も大らからするとそれだったら多い方がもういやいやけどさ、家にどうやって置いてるの。前は東京出てきてすぐの時は、うん、もうマンションの部屋にバイク入ったんですよ、うん、はぁードーンって観音開きの扉開けたらバイクドーンって入ってるはぁバイクと一緒に住んでたんですけど、今もさすがに結婚してそういうわけにいかないんで、うんうん、うちのマンションがあの駐車場を借りたらその駐車場のスペースにまあ、止めれるだけ止めていいよっていう、うん、はい、でそこに、まあ、止めれるだけ以上止めてますけど、あとはバイク屋さんとかですね。あ、そうね。それその9台乗るの。乗らないです乗らないです。頭おかしいやん。もう見てんのがいいんでしょ、はい、そう、もちろん乗りたいですよ。もちろん乗りたいんですけど、うん、もうそんなもう9台も無理っすもん。え、今日も何台目かのバイクできたんちゃう。車で来ました。車で来ました。そんなもん。そう、車です。今は4台になりましたけど、うん、すごいな、それで、ね、9はちょっと4から見ても9はちょっといや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 、すごいって2人ともほんまに4台と9台で売れへんのよな、なんかせい。そうなんですよ、バイクってなんか、うん、なカスタムとかしたら思い入れが入っちゃって、うん、なかなか手放されへんのよな。だから買い足し買い足しになっちゃう。なんか昔聞いたことあるけど、福田って要はあのそのバイク見ながら晩酌してたって。あ、そうです、はい、ね、だから部屋にバイクが入ってる時はバイク見ながら晩酌してたんですけど、うんうん、なんか途中からなんかいろんな噂が広がっていって、うんうんうん、夜な夜なバイク抱いてるっていう話になってマフラーに入れてるんじゃんっていうそうだな、バイクにまたがってハイボール飲んでるって言ってたんですよ。家でハイボール飲んでブンブンブンってやってるんですよ家でね、はい、家で中で酔いすぎてバイクとひっくり返ったって言われましたけど意味かもしれへん。男のロマンでしょバイクにまたがってハイボール。わからんわ。男のロマンでしょバイクにまたがってハイボール。わからんわ。え、ないですか、なんか趣味みたいな。あ、ないね。それがもう正反対ね、チュートリアルと二人ともないね。でも強さギターずっと、あ、ギターもやってるよ。ギター筋トレでも別に何台も持ってるとかそんなわけでもない。筋トレはどうなんですか。筋トレはやってる。筋トレやってますよね。筋トレやって、まあ、ギター弾いて、うん、まあ一人でブツブツ言うてるぐらい。趣味なんすか、壁に向かって怖い、恐怖ですよその趣味。あとよく食べるいやマジですかそんなイメージないですけどね。よう、スタイルキープできてますね、そんだけ食べてんのに。やっぱ筋トレやらなあかんな。これちょっと聞きたいな。これマジで勉強するわお前ら勉強すること何もないわ俺一瞬やっぱりそんなんね、ボケやけど、はい、チェって言ってもあかんわな、これではあかんよ。なんだから。それではダメです。やっぱ日々の鍛錬がやっぱ違いますか、各局のメイク室で、はい、メイクさんのね、うん、まあメイクさんやから別に、まあたわいもない話するじゃないですか。はい、それではダメです。やっぱ日々の鍛錬がやっぱ違いますか、各局のメイク室で、はい、メイクさんのね、うん、まあメイクさんやから別に、まあたわいもない話するじゃないですか。あれで訓練してますから、ほんまに、とか。ああ、メイクさんの話聞いて、はい、この間あの言うてたあれ、うん、デート行ったとかうわーすごい。そうこれが福田御殿って言われてるんですよ福田御殿、はい、昨日もメイクさんに、うん、今度本当に今付き合ってて結婚しようかどうかって思ってる人がいるんですけど、うん、一回ちょっと会ってもらって判断一緒に考えてもらえませんって言われてうわーそこまで、はい、へえ、だからそうなんです。
親身になって聞いてる感が親身になって聞いてる感があるんでしょうね。ほなもうね、あの、え、福田結婚してるよね。僕結婚してます、はい。もう奥さんともその会話がもうそれが、ね、なくなるとかないんちゃう？それがね、うん、そ、奥さんやとなかなかうまいこといかないですよね。なんなんすかね。そう、みんなやっぱそうやわ。いや、なんなんすかね、うん、俺にすら喋っちゃう、うんうんうん、奥さん。いや、奥さんにも喋りかけるよ、もちろん。うん、普通に、うん、こんなことあって、うん、あんなことあって、うん、これ知ってるとか、うん。でも全然全然興味なかったもん、全く聞いてくれへん。無視無視でもないけど、へぇこれ以上広げようとしたらちょっとまた機嫌悪になったら嫌やなと思って広げあるじゃないですかそれあるあるそれはあるんですよねこっちの機嫌と向こうの機嫌があるから夫婦はまた別なんやねちゃいますよ ねお話というか、うん、ご家庭ではどんな感じなんですか剛さんとレイジさん俺は結構このままで、うん、俺は結構おばはんみたいにペラ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 喋ってて、無視やろでも全部、うん、全然聞いてへんけど、全然聞いてへん、おもろなんやろな多分、そうなんですよ、根がおもろなんや、本質を知ってるからな、笑ってくれへん、全然笑わない、小手先の面白いエピソードで笑ってくれへん、笑ってくれへんで、ほんまに入り込むもんやないな、みんなないですね、ほんまに、ちょっと距離置いて見てんのが一番いいですね、一番いいと思う、ほんまに、もう得意なんかずっともう一人やもん。独身一人ですね。あれナレーションってさ、得意の YouTube で、はい、自分で入れてんの、はい、あれ。自分で入れてます。家で。ということでですね。はい、これは一回食べたんですけども、とか言って入れてるんですか。やってます。リビングで。一人で。で、撮ってたら、猫来てぐる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 言うから、また猫ぐっと押して、ぐる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 言うから、ぐる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 って言うから、ぐるぐる入るから。ラジオはカラス入るし、ほんま。動物は帰ってきてるんですよ、ほんまに。我々のやつ、ほんまに。さあさあ、CM、一旦ね、CM で引き続き、チュートリアルのお二人です。の田中周平なんとクレジットカードにも過払い金が発生していましたあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます0120-10-10-10 国内累計3000万部を超える伝説のダークファンタジーコミックが待望のシリーズアニメ化その作品とはバスタード暗黒の破壊神壮大なスケールの物語と破格すぎる主人公一体どんなアニメになるのかバスタード暗黒の破壊神はネットフリックスで独占配信中はい赤ひげ薬局です勢力減退早漏に赤ひげのオットピン S 塗って効きますオットピン S JR 新橋駅前フリーダイヤル 0120-032-655 赤ひげ薬局この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いくださいベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なのでご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずは、あなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は、0120、対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずは、あなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送熱中症対策ワンポイント医学博士の森田豊です部屋の温度は28度を超えないように
エアコンや扇風機を上手に使いましょう。節電を気にしすぎて、この程度の暑さなら大丈夫と我慢してはいけませんよ。さあ引き続きチュートリアルのお二人ということで、ちょっとメールの方が来てますんでいいですか。 ありがとうございます。この方千葉県柏にも食べてなかったのでお昼いっぱい食べちゃいました。どうでしょうか。いや、やっぱね、朝食べへんと昼間いつもの考えないぐらいいけますもんね。そうそう、だから結局ね、朝と昼ちゃんと食べなあかんっていうこともないらしいし、意外と1日もう1食でええとか2食でええとか、なんか3回食べなあかんって意外と固定観念やったりするから、まあね、そこで調整すると全然いいんじゃないですか。うまいよ、食べる。お前6時間の生とかできるマジで。お題1つ1人で、お題1個で、お題1つ、お題1個で。うわ、やっぱりラジオですね。やっぱりリスナーもそこついてくる。速攻来たな。速攻俺のこといじり出したな。ほんまに、いや、すごいよな、ほんまに。いや、すごいっすね、ほんまに。さあ、この方、サンチョさんですね。入間市、埼玉県。お二人は同級生で学生時代は福田さんの方がモテてたと話してましたが、本当ですか？うん、やっぱその聞き上手っていうところも、うん、あるんちゃうかな。まあ、なんか僕、明るいグループというか、はい、まあ、賑やかなグループの方に所属してて、うん、得意がね、なんか、ちょっと不思議なグループに所属してたんですよ。うん、そうなの？あ、ちょっと。おとなしめの、うん、なんか変な。変な。変なことする人たちみたいな、なんか。うんうんうん、あの、おしゃれなグループでもなければ、うん、なんか、サッカー部のイケイケのグループでもなければ、うん、変な、変なグループな、決め組みたいなグループやったら、なんか。はい、ああ、とかでもない、なんか、なんか妙なグループにいたんで。ちょっと気持ち悪い感じ。はいはい。そんなモテてなかったかな、高校の時とか。まあ別に、まあそこまでではなかったよな。そうなん、今だからそのイケメン芸人みたいな言われてるほど、学校でかっこいいといえば得意みたいな感じでは。ではなかったんや。なんか、全くなかった。芸人になってからかじゃん。じゃあ芸人になって俺も初めて得意。いや、男前やなと思ってんだよ、パッと見た、初めて見た時にな。でもなんか、なんか違うなって目の奥がなんか違う、あ、これちょっとちょっと気持ち悪いやつやそれはね、初めて会った時一瞬でそれを思ったの覚えてるわ。普通って言うなら M1 の時やったんちゃうかな、2001年。そうでしたっけね、2001年出てるからね、チュートリアルは。同じこと俺黒田さんにも言われましたもん。それこの間黒田さんの YouTube 行ってきて、黒田さんもなんかほんまに一瞬あれかっこいいやつだと思ったけど、あれこいつどっか気持ち悪いなって思ったんですよ。なるほどね。発さなくても、言葉発さなくても目の奥が、雰囲気と目の奥で、それを思ったのは覚えてるわ。いや、でもこの間ほら、中川家とコントでね。あ、そう、やらせていただいたでしょ、一緒に。チュートリアルのコント入っていただいて。ありがとう、本当に。いや、その時やっぱり得意の目見た時、ちょっとやっぱ怖かった。あの、面白いコントなんですよ。あのね、ホテルのフロントのネタ。僕らがもう無理やり入らせてもらったみたいなコントやったんですけど、めちゃくちゃ面白い、好きやねんけど、やっぱ、ちゃうね、かかるとね、エンジンかかると。もう確かになんか、ぶっ飛んでました。うん。お酒を猫にお酒をかけるみたいなプリントだった。猟奇的な、猟奇的なね。いや、ネタですよ、これ。もちろんもちろん、実際やってるわけ。実際やってるわけないですよね。そういう、見え隠れする。あの番組すごいっすね。中掛けとコント。はい。あ、BS ね。すごい、あんな長尺リハもなしにやるんすね。そうです。だからみんな来てもらって、もう、すぐやってもらった方が、ほら。はい。確かに。変な待ち時間あると。テンション下がりますもんね。そうでしょ。一回リハやったりするとテンション下がるし、極力スタッフさんにも一発目見てもらいたいんですけど、あんな成立するんですね。あんなスタイル。びっくりしましたよ、これなんか。これ、もう始まるのみたいな。マジでこれ、これ、尺はまあまあ好きなだけあったらええよ、みたいな。何それみたいな。そう、好きなだけやってもらって。みたいな。いや、ね、で、中垣さん入るから、みたいな。いや、入る手に一回も合わせてないけど、どうするどうするつもりや、中垣さん、みたいな。一応ツッコミやから、なんとなくどんな感じかなって、いや、わからへん。わからへん、って言って。いや、そう。いや、ね、で、中垣さん入るから、みたいな。いや、入る手に一回も合わせてないけど、どうするつもりや、中垣さん、みたいな。一応ツッコミやから、なんとなくどんな感じかなって、いや、分からへんって言って。いや、でも、それも込みで、もう。そう。すごいっすね。うん。なんかあるよね。正直僕らも心の準備できんと行くときその方が楽しい。楽しいね、やばいね。あれすごかった。いいですか、もう一つね、メール。じゃじゃ馬さん、群馬県の方。
徳井さんに質問です、はい、まあ、元祖イケメン芸人として今の若手イケメン芸人に対してどう思ってるか聞きたいです私の主観ですが、吉本ではアンシュタイン河合ゆずるさんや空気階段かたまりさん、吉本以外ではモグライダー柴大輔さんだなどがいますが、いや元祖って元祖で言うとやっぱ板尾さんちゃいます、やっぱ、ああ、板尾さん、はいはい、で、あの、論文の亮さん、さんでとか、ね、まあ、ね、まあ、それで、受けて井上さんとかも、シャンプーハットの恋ちゃんでしょ、恋ちゃんね、で、得意やんか、うんうん、これ全部共通してんのが、うん、目の奥が怖い。確かに怖い。怖い。確かにそれ。怖い、怖い、怖い。恋ちゃんも怖いもん、やっぱり。怖いね。恋ちゃん怖い。昨日思ってんけど、やっぱり、うんうん、なんか怖いんだよな。なんかこう、なんちゅうの不気味でもないねんけどね。ねの、ただの普通の男前じゃないぞって。そうそうそう。恋ちゃん、やっぱ本腰入れてボケてくるとき、うん、もう、なんか、あ、もうこの人何言うてもあかんわって。そうそう。何も聞いてくれへんなっていう。うん、そう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 。似てる似てる。せやな。せやな。そういう部分。恋ちゃん、瞬き少ないの、恋ちゃん。確かに確かに確かに。うん。ほんまに。まあね、ほんまに。どうなん、その、よう言われたでしょ、でも。まあ今でもそうやるけど。いや、まあまあまあ、そんなもんあれですよね。別に。どう、うん、どうなんすかね。誰が、誰、あ、うん、言われた後誰、誰、金近とか。かわい、ああ、金近とかね。かでも、可愛いもんもう40超えてるやんな。うん、ああ、ゆずるね。ゆずるも、うん、もっと可愛いギャル。なんか、なんとなく僕らの世代とかは、うん、なんとなく、なんか、うん、そういう言われんのも、なんか邪魔やな、みたいな、うん、なんとなくそういう、なんかこう。うん、はい、反発心もちょっとなんか、ちょっとなんかね、ね、はいはい、少しね、うん、変な感じになっちゃってるんだよ、みたいな、はいはい、うん、変な、変なこの変な10代の昭和のなんかうるせえみたいな、まあ、芸人たるものみたいな、はい、あったけど、うん、金地とかとかは全然もう、そっか、全てプラスに変えてなんか ね、やってますもんね、やってるもんね、ちゃんと言ってると、それでええやんぐらいのね、ね、ね、ほんまにね、福ちゃんはなんか、うん、もう最近は塗ってないの顔はやってたね、昔やってた、もう多分誰も知らないと、大阪時代はね、あの顔テカテカやないかってつかみやってましたから、はいはい、ね、オイル塗ってオイル塗ってまず塗ってないよ。塗ってないですよ。いやいや、もう塗ってたでええやん。塗ってない。まだあれ、夢持ってくれてる人がいるんですよ。ファンタジーですか、あそこは。あれファンタジーです。塗ってないです。あ、塗ってないか。塗ってない。にじみファンタジーです。若い時はいろいろ。ミニボストンの中にミニボトル入ってない。入ってない。入ってない。メイクさんと大喧嘩したんですから、抑えますってこれ私が、これが仕事ですから怒られるもんな、メイクさんは。メイクさんめっちゃ怒られたな、これがキャラですさあ、そろそろお時間というか、ああ、もうですか、もうそんな時間です、すいません、なんか告知が、はい、オールナイトニッポンジャムというサブスクがありまして、はい、うん、これがなんかあの今までの過去のオールナイトニッポン、うん、でこれオールナイトニッポンの55周年プロジェクトが進行中でということで、それで、はい、まあ、オールナイトニッポンジャムっていうのがスタートするんですけども、うん、30日間500円で聞くことができるんです。昔僕らもオールナイトニッポン R っていうのをね、うん、結構前やんな、これ2007年とか8年ぐらいじゃないですか、ね、うん、はい、うん、にやらせてもらったんですけど、それも一応聞けるということなんで、はい、はい、よかったら、うん、はい、ぜひ。あとはまあ YouTube ですね、やってた。オールナイトニッポン R っていうのをね、うん、結構前やんな、これ多分2007年とか8年ぐらいじゃないですか、ね、うん、はい、うん、にやらせてもらったんですけど、それも一応聞けるということなんで、はい、はい、よかったら、うん、はい、ぜひ。あとはまあ YouTube ですね。そうですね。ね、YouTube と TikTok 見てもらえたら。TikTok、ああ、それでも。あともう京都リアです。京都リア。あ、京都リア。京都リアです。たまには京都リアの方も。京都リア、とにかく京都リア聞いてください。はい、俺ら行きますから。違うんです。お金が払えないんですよ。いりません。いりません。え、いりますか。いりません。あの交通 IC カードちょっと入れてくれて。電車で行きますんで、銀座やったら。あ、じゃあもうありがとうの方。ありがとう。めちゃめちゃありがとうございます。タバコ吸えるんで。うわ、いいな、はい、吸いながらやってる。そうなんです、あ、吸いながらはやってないですけどそのブースは吸えるんで、あ、ブース合間、合間吸えるんです。やった、ありがとうございます。本日のゲストチュートリアルのお二人でした。ありがとうございました。ガリバー、まだ売るのは先なんだけど、今乗ってる車っていくらで売れるか知りたくてね、電話してみて。うん、よかった。お電話でお車の査定額を調べてみませんか。 0120-66-4747 66-4747。 はい、ガリバーです。
精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン、 JR 関内駅すぐ 0120-823-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。カバライ菌の確認は0120-1000。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードからクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらの情報をお伝えします。JR 京葉線は新習志野駅で発生した人身事故の影響で、現在東京駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転再開はこの後午後3時20分頃の見込みですので、ご利用の方はご注意ください。電車の情報でした。今日の日本放送ラジオリビングは、調査見積もり無料、三協消毒のシロアリ駆除サービスをご紹介します。4月から大好評いただいた早期割引ですが、今日が最後のご紹介ですので、お聞き逃しなく。今の時期、シロアリの活動はピークを迎えます。もうこうしている今も、シロアリがあなたの大切なお家をむしゃむしゃ食べながら増えているかもしれませんよ。今一度はピークを迎えます。もうこうしている今も、シロアリがあなたの大切なお家をむしゃむしゃ食べながら増えているかもしれませんよ。今一度、これから言うことに心当たりがないか一緒に確認してみてください。まずはお風呂場や玄関、お庭などで黒い羽アリを見かけた。海や川が近くにある。最近家の近所でシロアリ駆除をしていた。ガーデニングなどで木材を使っている。床がギシギシブカブカする。いかがでしょうか。シロアリ対策のポイントは、早期発見、早期治療、そして予防対策です。少しでも気になるという方は、調査見積もりまでは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。スタジオに剛さんのお手元ですね、実際にシロアリ被害に遭った柱の一部があるんですよ。シロアリおらん、そうなんです。あの外側から見ると普通なんですけれども、中見てみますか。こんなウエハース売ってたよね。あったけどね、そんな。そういう状況になるということですね、柱が。そうなんです、よく食べるんですよ。こんなに大きな穴が開いてしまうという。そこでラジオリビングと創業97年の老舗三協消毒の共同企画、シロアリ駆除サービスです。経験豊富なスタッフが入念に点検をしまして、お見積もりと的確な対策のご提案まで無料でいたします。リージさんはまた、はい、生きたシロアリですと書かれたケースをご覧になってますが、はいはい、皆さん苦手なんで、僕だけちょっと囲みながら見てますけど平気なんですもんね。僕は平気ですけど、これがちっちゃいアリがこれだけ食べるというね、恐ろしいですよね。恐ろしいです、これは。はい、うん、調査見積もり無料、三協消毒のシロアリ駆除サービス、はい、例えば1階の床面積が20坪のお宅の場合ですと、うん、お値段の目安が20坪のお宅の場合ですと、うん、お値段の目安は通常24万2000円かかるところ、うん、税込み20万2400円、はい、これは三協消毒に直接頼むよりもお得なラジオリビング特別価格です、はい、
その上今回は早期割引でお見積もりからさらに1万円引き、うん、税込み19万2400円です。早期割引でのご紹介が今回が最後ですので、お得なこの機会にぜひご検討ください。資料のご請求はフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。シロアリ対策前にもやったしなという方も、うん、5年で効果が薄くなると言われていますので、はい、この機会にプロに点検してもらってください。何事もなければ調査までは無料なんですよ、はい、これとっても良心的ですよね、うん、実際にお申し込みいただいた方からはお手紙もいただしてくれましたなど、三共消毒さんに頼んでよかったというお声たくさんいただいてるんですね、はい、駆除作業は20坪のお宅でおよそ3時間、しかも作業後5年間の保証付きです。対応エリアは島嶼部を除く関東1都6県プラス静岡山梨です。調査見積もり無料、三共消毒のシロアリ駆除サービス。1階の床面積が20坪のお宅ですとリビング特別価格税込み20万2400円、さらに今回は早期割引でお見積もりから1万円引き税込み19万2400円です。資料のご請求はフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。最後にチラッとこう言いました、はい、最後にね、今日は元気らしいですよ。いや、だよ、いや、前回やった時はそんな動いてなかったんですけど、すっごいこれ元気なし入れてきましたね、これやった時はそんな動いてなかったんですけど、すっごいこれ元気なし入れてきましたね、これそうなんです。ぜひご対策ください。はい。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。さあ、ここからはこちらのコーナーです。クイズ正解は東島、うん、毎度お騒がせしております。中川家の2人と東島の絆おります。中川家の2人と東島の絆を確かめるコーナー。リスナーの方からいただいたお題に対して、うん、中川家のお二人が東島が何と答えるかというのを当てていただきます、はい。お二人とも正解した場合はお題をくださった方にステッカー4枚セットプレゼントです。先週は私の好きな犬の種類、はい、トイプーですね。ありがとうございます、はい、今週もいただいております、はい、それではいきますよ。クイズ正解は東島。じゃじゃん。台東区にお住まいの徳メロさんからいただきました。東島の好きなお酒は何でしょう。飲んだじゃん。しっかりチクタクチクタクチクタク。私ずっとこれでもいいかもしれないですね。チクタチクタクチクタクチクタク。あ、今日はちょっと悩んでいらっしゃいますね。当てたいです、ちゃんと。はい、まあ、はいはいはい。はい、まあ、はいはいはい。はい、では強しさんお願いします。梅酒。レイジさんお願いします。モヒート。ごめんなさい、笑っちゃった。梅酒です。おお梅酒。なんでモヒートで笑うんですか。池の底みたいやからですか。モヒートってグラスの底が。言ってた言ってた。はいはい、梅酒好きなんです。梅酒言ってました。あ、梅酒、うん、ずっと梅酒でもいいぐらいで、梅酒はそのまま前言ってた、はい、ソーダとかじゃないですか。梅酒ソーダ割りで、あ、最後はもうあったかくお湯割りで、あ、はい、モヒートがなんかズボに入っちゃいました。すごいおしゃれなのね。モヒートぐらい知ってますよ。いやあ、当たったよ。ありがとうございます。ミスでした、はい、またクイズぜひ送ってください、はい、ngk@1242.com。 中外製薬プレゼンツ坂本理沙のヘルシーメルシー。皆さんの健康的な生活を応援していくスペシャル番組です。7月3日夜7時から放送。ゲストはお笑い芸人のこの方。
ハンニャの川島です。実は話題の宝庫、ガンを乗り越えたシパックダイエット、 e スポーツに解明も。さあ、テーマメールね、紹介したいと思います。今めっちゃ探してたカバンの中大丈夫大丈夫あったあったさあテーマはめちゃめちゃ歩いた話ですね、この方文京区のキリンの眉毛さん。3年前箱根の峠を歩いて越えた時はめちゃめちゃ歩きました。うん、昔の人の気持ちを体験してみたくなり、神奈川の小田原駅から静岡の三島、神奈川の小田原駅から静岡の三島駅まで、お茶屋さんに寄ったりしながら10時間ほど、フルマラソンぐらいの距離を歩きました。最後の方は峠の長い下り坂で足の関節が悲鳴を上げ熱まで出るなど体はボロボロ、逃げるようにして乗った新幹線で昔の人はすごいなと思いました。嘘ちゃうの、その昔の人歩いてたっていうのは。ほんまな、だって熱でね。ほんまに。たまにね、グーグルでやるんですよ、ふざけて。うんうん、あの、静岡まで歩いて。グーグル編ができるわね。ほんな3日とか出てくるのよ。ほんまなんかなと思うよね。これ、だってほんまね、だからあの、東海道五十三次だってそうやでもね、うん、その歩いて、宿場町泊まって。なんか、大江戸までね、栃木の方から氷運んでたって昔。うんうんうん、氷が溶ける、うん、溶けない。はように急いで運んだとかやってほんまなんかね。いやほんまな、いや実際どうなんやろな、ほんまにちょっと信用ちょっとしにくい。そらね、熱出るぐらいやからな。そうよ、これ多分とフルマ42.195キロぐらい、42、3キロ歩いたいうことやもんね。そういうロケがあったらどうします。いやもうやりません、もうこれは。でも帰れマンデーはどのぐらい歩かれたんですか。帰れマンデーはでも 4,5 キロぐらいじゃん、もうその3キロ4キロもうちょっと歩いてんじゃん。まあ、バスも乗りますけど。あ、乗ったりね。歩けどね。なかなかですけどね。箱根のちょっと峠って厳しいとは言いますけどね、ほんまに。昔の人どうやったんやろって歩こうと思う。すごいね、でもね。めっちゃ疑ってるやん。信じられへん。長谷園のあの、信用せえへんの、ほんなら。長谷園の53次の。いや、あの景色はほんまにありますからね、今でも。あ、まあ景色は、まあ景色だけど、街の人とか、53次の。いや、あの景色はほんまにありますからね、今でも。あ、まあ景色は、まあ景色だけど、街の人とか。ほんとかなぁ、あれ。カゴよ。とかで、ね。うん、カゴで。エッサホイサ言って、なんか今の陸上選手の火にならんぐらいのふくらはぎやったらしいよって言われて、あのそういうのかい、うん、歴史学者が言ってますけど、それ見たことないでしょ、うん、その時代の人。ふくらはぎが語り継がれへんやろ、うん、それやったら絵に描かへん。こんなふくらはぎやったみたいなこと残ってない。確かに絵はないか、分からんのよね。でもあの佐川急便のあの飛脚のマークなんて、あれ まさしく昔はあれで郵便物運ぶ。ちょっと笑ってる。ええやね、裸で。嘘やろ。ケツ出して。ケツ出して、ほんまに。って言われてるけどね、それはもうどうなんか分かれへんね。そう。はい、引き続きね。はい。今日のメッセージテーマ、めちゃめちゃある。時刻は2時52分です。安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。日本列島は今日も高気圧に覆われ、各地で気温が上昇していて、埼玉県熊谷市で40度ちょうどを記録したのに続いて、今日午後、埼玉県鳩山町でも 40.1 度を観測しました。中国の習近平国家主席は今日、香港の中国返還25年の式典で演説し、香港に高度の自治を認めた一国二制度は成功を収めたと強調しました。また、国家安全維持法や、新たな選挙制度の導入により、愛国者による香港統治が実現したと述べて、民主派の一層を正当化しました。
演説ではこのほか、愛国者でもなくましてや売国的な勢力や人物に政権を握らせる国や地域は世界に存在しないと強調し、アメリカなど外国勢力の介入を牽制しました。また新しい選挙制度で香港政府トップの行政長官に当選した李家超氏の就任式も同時に行われ、李氏が返還後5人目の行政長官に就任しました。次に、相続税や贈与税の算定基準となる今年の路線価が今日発表され、全国の平均変動率は去年と比べて 0.5% プラスとなり、2年ぶりに上昇しました。都道府県別では 1% ちょうどで、再開発が進む札幌市などが伸びました。全国の最高価格は37年連続で東京銀座の文具店旧居堂前で1平方メートルあたり4224万円でした。アップルが iPhone などの日本での販売価格を引き上げたことが分かりました。アメリカでの販売価格は変えていないため、急激な円安に対応したとみられます。アップルのサイトで9万8800円から販売されていた最新機種13は1万9000円高い11万7800円からとなりました。このほかタブレット端末の iPad、 腕時計型端末の Apple Watch なども価格が引き上げられました。おしまいに、富士山の山梨県側の登山道吉田ルートが今日5合目から山頂まで開通し、夏山のアップルウォッチなども価格が引き上げられました。おしまいに、富士山の山梨県側の登山道吉田ルートが今日5合目から山頂まで開通し、夏山シーズンの到来を告げる山開きを迎えました。標高3776メートルの山頂では午前4時半ごろ、雲の間からご来光が差し、登山者らは万歳したり記念撮影したりしていました。男性登山客です。素晴らしいご来光でね、もうここ何年かこんなすごいのは見たことなかったもんで、今日はたまんなく嬉しい。今山中湖へなんかあの赤く映ってるもんで、ね、こんなのも見たことなかったもんで。一方、静岡県側は県が管理する3つの登山道を今月の10日から開通させる見通しで、山梨県側と静岡県側の開山の期間はいずれも9月10日までとなります。ニュースは以上でした。ありがとうございました。ドライバーの減少、人件費の上昇、燃料費の高騰、配送コストの増大、トラック運送業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。それでも日本の物流を支えるため今日も走り続けています。千葉県トラック協会。時刻は2時56分です。過払い金の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りする日本放送交通情報です。警視庁の和田さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは、大橋ジャンクションの先でトラックの事故のため2キロ半渋滞しています。この影響で3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。高速道路は東名高速道路の下りが海老名ジャンクションに乗用車が故障して止まっている影響で4キロ渋滞しています。圏央道の内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。一般道路は都内の瑞穂町武蔵で工場の火災のため、近くを通る新青梅街道の下りは一車線が規制されていて2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は、宇藤のラジオの中で3時56分ごろお届けします。それではテーマメール、テーマめちゃめちゃ歩いた話。この方、神戸市のランラン。職場の上司と飲みに行った時に帰りの終電を逃し、お腹いっぱいほろ酔いの中3時間ほどかけて自宅まで帰りました。次の日は1日爆睡でした。これはもう酔っ払って3時間。まあこの間に冷めるやろ。でも冷める冷める、ね、帰りは汗かいて、よく帰れました ね、 ね、 ね維持でしょう ね、 ね、基礎温度みたいな。ほんまに歩いて途中で寝たことはありますけどね、うん、もうたどり着かなかったやつ、ね、
そのまま寝てた、ね、大阪の時に、うん、大阪時代、うん、家帰るまでも帰る玄関の前っていうのがあった、うん、もう開けたらしまいのところで手前で力つけた朝まで寝てました。気をつけていただきたい、はいはい、この後もメッセージをお寄せください。3時です。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。おうち時間が増えたけど何をしていいかわからないあなた、じゃじゃん、タキーノ高品質だから初めての人も大丈夫。お父さん、あ、私でも育てられました。個人の感想です。これなんだ、通販ごっこ。新しいな、おうち時間を新しく。タンネのタキー。競馬ってさ、新聞をババーッと広げて馬の様子をザザッと見渡して、これだって馬をガガッとしまって、そしたらアドレナリンがドバッと出て狙ったレースをガバッと勝って、そんな感じでやりたいよね。競馬ファンの夢をズバッと叶える、サンスポズバッと。あなたの競馬がズバッと変わります。料理がうまけりゃ万事が OK。 商売繁盛かっぱ橋、家庭円満かっぱ橋、プロも通うにゃわけがある。千客万来かっぱ橋、万歳三唱かっぱ橋。料理道具は浅草かっぱ橋道具街。ザ・ラジオショー3時です。午後3時を回りました。中川家の0時です。中止です。日本放送東島エリです。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。それでは3時のつゆめろちゃんのお天気です。すごくいい天気ですね、はい、相も変わらず、はい、そういうセミが鳴いてませんね。まだそうですね、時期的にね、うん、気温の方が34度、はい、湿度が 52.7% です。はい、じゃあお便りの方来ております。はい、この方伊藤蘭に似た女さんですね、うん、はい、おそうめんや冷やしうどんが美味しい季節になってきましたね。私はみょうががたまらなく好きなのですが、つよめろちゃんは好きな薬味、苦手な薬味はありますか。好きな薬味は生姜で、薬味はありますか。好きな薬味は生姜ですね。生姜、はい、嫌いなのはパクチーです。パクチー絶対にいりませんでもね、女性の方だとパクチー好きな方多いですよね。マシマシですか。マシマシです。マシマシ、はい、なんだそれなしなしです。私なしなし、あらまあ、なんだそれと。もう回収しときましょう。なんだそれとは何ですか。あ、いや、もう長くなります。福田さんに来てほしいな。広がりますね。すいません、申し訳ないです。福田さんじゃなくて、すいません、申し訳ないです。本当にもう何なの。はい、すいません、もう普通に文句言われてしまいました。さあ、東山さん、お天気のお願いします。お天気です、はい、気温がぐんぐん上がっています。ニュースでもありましたが、はい、埼玉県熊谷市で40度、鳩山町で 40.1 度、うん、熊谷ね、お二人のコントにも出てきますが、はい、もうあの光景ももう変わってくるかもしれないですね。そうですね、本当にちょっと心配な暑さですね。もうちょっと上がってきたらもうお風呂と同じ。そうですよ、本当に。このラジオショーの時間っていうのがね、一番気温の高い時間で、はい、うん、また午前中の疲れも出る時間でもありますので、うん、変わらずに水分塩分補給するの忘れないようにしてください、はい、明日土曜日と日曜日も日差しが強く猛烈な暑さとなりそうです。中川家ザラジオショー3時30分までの生放送です。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか。申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が科されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93 AM ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。 BS 富士ウィークエンドインフォメーション、この時間は BS 富士がお送りします。
からは BS 富士で放送される番組の中から特におすすめのラインナップをご紹介する BS 富士ウィークエンドインフォメーションのお時間です。 BS 富士の番組はテレビのリモコンにある BS ボタンを押して数字の8のボタンを押すとご覧になれます。それでは参りましょう、はい、今回紹介するのはこちら。明日土曜日の夜8時から放送、 BS 富士サタデープレミアム、出動ラーメンデカ。ナイツとベテラン浅草芸人さんが罪深いほど美味しいラーメン店を徹底捜査する番組です。ジュウさん、ラーメンの話ドキドキされていますけれども、ラーメン大好き、好きですよ、ラーメン。お好きですか、はいはい、ナイツの花輪さんは営業の合間に人気店を訪れるほどのラーメン好き、うん、ということでね、うん、営業の合間に行かれることもあります。一回行ったね、神戸で、あのあダイヤの津田君が行きました。有名店、はい、有名店です、神戸の。そうですか、はい、行きましたね、今回番組では令和にオープンした最新ラーメン店をラーメン YouTuber のすするさんと、うんうん、ラーメンライターの井出隊長、うん、そしてベリーダンサーでラーメン評論家のレイラさんがランキング化するというすごいメンバーです。いや、これラーメン界ではやっぱものすごい皆さん、有名な方々です。すするさんはちなみにこの YouTuber の方なんですけれども、はい、コロナで中断するまでに2109日間連続でラーメンをすすり続けたという筋金入りの方なんですね、すごいね、まあ、そう食べ続けたんですよ、はい、何日行きます、お二人は。ラーメン、ラーメンですか、はい、ラーメンは3週間に1回ぐらい、ちょうどいいですね続いてないですね、3週間に、お昼に食べたい、お昼に食べたい、はい、そうですか、夜はちょっと置いといて、そうですね、程よくが、ね、一番いいかもしれないんですけど、はい、第4弾となる今回は、うん、恵比寿披露エリア、築地銀座エリア、八王子エリア、板橋エリアでプロが選んだ旬のラーメン店をピックアップします、うん、現地に向かったコテコテの浅草芸人さんが超個性的な食レポで紹介していくという内容なんですが、恵比寿披露エリアにもあるんですね、やっぱラーメン、ねえ、また一風変わったラーメン店な感じじゃないですか、うん、そのあまりタオルは巻かないタイプじゃないですか、やっぱ恵比寿披露ですから ね、 ねちょっとフレンチっぽい感じっぽいね、そうそう、黄色いピーマンとか乗せてある、パプリカですか、パプリカ赤いパプリカ、オリーブオイルで、なんかちょっと最後オリーブオイルでまとめたみたいな、そうですね、エビから出汁を取りましたと、エビからですか、ポタージュ、ポタージュ、ポタージュも取るんですか、引き出しにお箸が入ってるとか、なんか厨房がそれ浜寿司ちゃんか、いや浜寿司のせいやけどいやあったんよ昔、なんか表参道にそんなラーメン屋さんがあったんよ、引き出しにおしゃれな、あとオープンキッチンでみたいな部分もあると思いますけどね、はい、これ想像なのでぜひ番組で答えさせていただきたいんですけど ね、はい、築地銀座エリアのラーメン屋さんならラジオショーの前に行けるかもしれないです ね、 あ、 そ、 うか、 そ、 うか、そっちの方面もな、うん、ね、そうね、これ有楽町あたりラーメン店ってあんまりないですよね、ないね、うん、うん、そう、ラーメン屋難しいんですよ、ほんま見つけるのね、うん、そうそう、だこういうあのラーメン YouTuber の人の、ね、うん、話聞いたりすると、まあ、信用ありますよね、そうですね、うん、ぜひ参考、話聞いたりすると、まあ、信用ありますよね、そうですね、うん、ぜひ参考にしてくださいね、はい、今回はそのラーメン店の特集ということなんですが、はい、お二人が徹底捜査してほしいお店ありますか、うん、出動カレーデカとか、うんうん、喫茶店デカとか、あ、僕定食がいいな、定食デカ、定食デカ、あ、美味しいね定食屋さんは、この間も食べたんですけどね、うん、あのサバ定食ってどこで食べた、あ、高島屋で、一匹出てきて、ね、行こうじゃないのか、な、半身の一匹みたいな、そうじゃないの、ね、難しいですね、昔やったんですけどね、 NGK のオラの前、あずま食堂って言ってね、よかったです、今ママズキッチンって名前変えてもってえらい目を追ってるんですけどそうなんですか、よかったよねサバ、そういうことなんですね、ちょうどいいところって難しいですよね、探すのね、令和のラーメンと昭和のお笑いが融合した BS 富士サタデープレミアム、ひでかは明日土曜日の夜8時から
BS 富士で放送です、はい、そしてあさって日曜日の夜10時からは中川家とコントチュートリアルの2人がすごいなとおっしゃっていましたがね、はい、今回は大阪パトロールとタクシー移動のコントが放送されます、はい、タクシー移動のコントでは矢野兵道のお二人とコラボ、はい、ね、レイジさんよくタクシーの運転手さんのものまねされてますよね。そうですね、私がやりました。東京とはやっぱり違いがはっきりあるものでしょう、はい、最近関西の人多いんですよ、運転手さんこっちで、こっちで出てきて、あ、そうですか。めちゃくちゃ詳しいんですよ、なんでやろと思いながら、それでいろんな方いてますから、今あの女性の運転手さんもね今ものすごい増えてますもんね、もう東京とかでもね、うん、本当に素晴らしいです。なるほど、うん、個性的な方が、ね、個性的な方たくさんいらっしゃると、はい、でコントでは剛さんが兵道さんが YouTube で飲んでいるハイボールが濃すぎるとコメントされていましたが、うん、相当濃かったんでしょうか。ゲチャ飲みっていうね、多分兵道さんは配信で YouTube があるんですけど最後ベロベロで終わるっていう、ね、なるほど、本気で飲んでますよね、うんうんうん、はい、うん、はい、ぜひこちらもチェックしていただいて、はい、ということですね、はい、以上 BS 富士ウィークエンドインフォメーションでした、うん、日本放送強しエンレイジー from 中川家オーラディオショー、 オーラディオショー、 BS 富士ウィークエンドインフォメーション、この時間は BS 富士がお送りしました。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミー、イエローハット、 NTT 東日本がお送りします。イニシャル D がパチンコとなって登場、シリアたちの熱いバトルを完全再現、最速の峠バトルを体感せよ。速いだけじゃ本物とは呼べない、本物の疾走感、パチンコイニシャル D 絶賛稼働中。皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット。以上になります。イエローハット。電子帳簿保存法の改正に合わせてうちのお店も書類を DX しないとな。ウェブで調べてみるか。そんな時は電帳法絶好調と検索してちょうだいね。これちょうどいいかも。 DX のことなら NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間、ショーアップナイタートゥデイのお時間です。日本放送では今日夕方5時30分から広島対巨人戦をお送りします。この時間は大泉健太アナウンサーにポイント伝えてもらいましょう。大泉さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、2位の巨人ですけども、首位ヤクルトとは 12.5 ゲーム差、大きく離れてまして、うん、はい、今日ヤクルトがベイスターズに勝つと史上最速でマジック54か53が出るということで、こうなるとですね、もう巨人としては首位追撃というよりも、はい、うん、今の2位という位置をなんとかこうキープして、目の前の1試合を勝っていくことが非常に重要になります。なるほどね、はいはい、でそれから3位の広島ですけども、秋山翔吾が加入しまして、うん、はい、まあ、西武ファンのレイジさん的には、はい、秋山の広島加入ちょっと複雑だと思うんですが、複雑なんですけどね、うん、でもキャラクターには合ってると思いますよ、はい、そうですよ ね、 で秋山選手はね、ラジオがすごく好きでね、あ、そうですね、この番組も聞いていただいたりとかあの子の会員なんで、はい、あと東島さんの大ファンだということで、どうしよう一応言っていていただけますかっていうのをこの間言われました。ありがとうございます、はいはい、まあ、秋山の合流も待たれるわけなんですけども、はい、今日はカープ大瀬良ジャイアンツシューメーカーという投げ合いで、はい、天谷総一郎さんの解説、そしてマツダスタジアムからお送りしますが、恒例のクイズトリプルチャンスは今日からプレゼントが変わりますので、はい、ぜひお聞きください。はい、はい、大泉アナウンサー、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。秋山選手ゲストショーにいつかお越しいただきましょうあの本当この間 の、 あのフワちゃんのやつも聞いて、はい、本当ですか。で、末広がり図がまだ聞けてないというので、はい、後追いで聞いてみるみたいです、はい、お待ちしております、はい、今日夕方5時30分からの広島対巨人戦、お楽しみに。 An X Nippon Express。 良い選手を集めるのではなく、良いチームを作りたい、そんな思いが彼らを大会ごとに、
私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit 日本エクスプレス。目には見えないけれどそこにある本当に大切なものはいつもそこにある。多彩なエネルギーと素材に姿を変えながら人と人がつながるエネルギー、いでみつ。東京に家を持とうオープンハウス。東京に家を持とうオープンハウス。東京に家を持とうオープンハウス。え、何？東京に家を持とうオープンハウス。どういうこと？東京に家を持とうオープンハウス。あ、だから何なのよ。東京に家を持とうオープンハウス。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は日本エクスプレスホールディングス、いでみつ興産、オープンハウスグループがお送りします。の確認は0120000。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認。いくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。さあ、それではテーマメールの方を紹介したいと思います。テーマ、めちゃめちゃ歩いた話。この方、埼玉市の三橋のマイケルさん。初めて彼女と夢の国に車で出かけた時のこと。帰る時に車を置いた場所がわからなくなり、駐車場の中を歩きまくりました。キーをしながら歩いてやっと自分の車を見つけた時はヘトヘトになりました。彼女は不機嫌になるし最悪でした。ディズニーランドですね。ね、夢の国。夢の国ですから、広いね。あそこブロックを合わせたんですね。ブロックあそこ分かりにくいよね、ディズニーランドの駐車場って。色分けしてくれたらいいんですけどね。そうね、なんか、あの柱が、長い柱が立ってんねんけど、あの柱もなんか特徴ないから何番目って言うとも覚えられへん。そうなんですよね。難しいね。難しいですね。C の方は立体の方入れられるんですよね。ディズニー C の方は。そっちはそっちでまためんどくさいですけどね。ぐちゃっとなるんでね、人が。何回だったかなっていうのも。一点集中になっちゃうんで。難しい。だからあえてこう広いところでああやってやってるんちゃうかな。人が密集しないようにして。あ、しないようにね。ないかなって僕はそう思いますけどね。だからもう、車に、車に10時やったらもう大体門は9時半には出とかなダメですね。最後にお土産あるんで、そこで時間が9時半になっちゃうんですけど、ね。なっちゃうんですよね。出るとき。お土産見に行って言ったはずやのにね。いや、それ見たいですよ、最後。見ちゃうんですよね。結局10時に出るはずが11時になっちゃうんですね。なりましたね。で、あと高速乗り前のとこ。もうよろしいですか？混むんですよね。混むんですよね。駐車場評論家みたいになってんの、ほんま。地下道ないかね、ディズニーランドに入る地下道。もうそろそろ考えていただきたいと思います。地下道。なるほど。もうちょっとね、ショートカットできるような。そうなんですよ。作れそうな感じもしますけどね、ほんまに。だからもう車止めて、エレベーター上がったらもうあそこのタワーのとこ。
シンデレラ城のシンデレラ城ね。下につくとか。下につく。それぐらいでもいい。全部だから地下に駐車場とか通路作って。そうなんですよね。地下もちょっと考えていただきたいなと思いますけど ね、うん、ね。今日なんかでも暑いですからね。ほんまにね。ディズニーでもほんでまたコスプレもしたいから。ね。暑い格好で歩いてる人もおると思いますけど。ね、耳もね、つけなきゃいけないんで。うん、耳は暑いんじゃないですか、今日みたいな日は。つけたらね。いや、まあ、それでも楽しい夢の国ということですよね、ほんまにね。この方、足立区のブサイクルショップさん。隣町の駅前に原付バイクを止めて電車で帰って、来てしまい、翌日に取りに行ったら後輪がパンクしてました。仕方なく手押しで地元までめちゃめちゃ歩いて帰ったんですが、パンクした後輪はズルズルベタベタと重く、普通に歩くより1時間長くかかってしまいました。なんでパンクするんでしょうね、自転車のタイヤね。タイヤね、バイクもせえけどね。そんなにわかんないけどね。よく。パンクする理由がね。あれ、ほんで、あと、まあ、自転車ですけど、持って行かれるときあるじゃないですか。うん。なんであんな遠いとこにあるのか。ああ、うん、あれこそどっかね近くに持っていくんやったら持ってきてくれたやんな持っていくよう言うてたなそれ持ってきてくれたやんそれその積む作業を考えたらいや確かにそう確かに、ね、多分近いやろうけどからな遠いとこにわざわざ持っていくんやったら、ね、反省の意味も込めてかもしれないですよ取りに行くのそうもうやらないぞっていう、うんそれでもやっちゃったんですよね当時はそうですよね大変だろうな、うん、さあ今週もたくさんのメッセージありがとうございました。引き続きステッカーのプレゼントをしていますのでぜひ来週以降も ngk@1242.com までお送りください。この後は日本チャレンジダースリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート。この時間は田中貴金属グループ三井住友海上がお送りします。ねえ一度アスリートでした。巧みにパスをつなぐ迷いなくシュートを決めに行く見えていないなんて思えないほどの確かさでブラインドサッカー視覚障害のある選手たちのプレーを支えるのはテクニックだけではありません。キーパーや監督、ガイドなど見える人の声選手同士の声の掛け合いそして練習でコツコツと育まれた絶対的な信頼関係絆の見えるサッカーをブラインドサッカーと言います。田中貴金属グループは日本ブラインドサッカー協会を応援しています。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート。この時間はトヨタがお送りしました。さあ中川家ザラジオショーお別れのお時間でございます。感想も来ております。今日ねゲストチュートリアルでしたけども、この方沖縄県の方ですね、サンピンカ、チュートリアルとのトーク面白かったです。オールナイトニッポンも京都リアルも聞いてみたいと思います。ちなみに剛さん私昨日久しぶりにとんかつ食べたんですよ。10じゃないほんま困るな。そうでも福田君はねそこをこう、うん、こう盛り上げてねやってますからね。座持ちするっていう言葉を、ね、初めて聞きましたけど、ね、かつ何グラム食べたんやろグラム数グラムはすごいねほんまに福田君ね。この方は足立区の、こうちゃん。チュートリアルさんとのトークめっちゃ面白かったです。福田さんへのいじりもそれに対する福田さんの鋭いツッコミも最高で、体感が秒でした。京都リアルに、中上さんが出演するのを楽しみにしております。そうですね、はい、リアルよろしくお願いします。しますね本当にね。はい、そしてあこれあれですねあの名刺のあれですね、綾香さん、埼玉県の方、
剛さんの名刺のツイートをしたものです。オープニングトークで取り上げていただいてありがとうございます。まさかあんなにバズると思ってなかったんですが、センスいいとか好感度高いとかたくさんの方に言っていただけてとても嬉しかったです。うん、うん、本人からね、聞いてくださってたんですね。ましたね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、本当にね。あと、あの月曜日の、ね、新幹線の件ですけど、東京行きの新幹線乗ってました。バンテリンドームにてキスマイフット2のコンサートが行われていたため混雑していたんだと思います。そういうことか。そうです、キスマイフット2ですね、人気ありますね、駅もいっぱいになりますもんね、ホームの名古屋駅のね。はい、というわけで来週の中川家ザラジオショーでございますけども、ゲストはトロサーモン。って明日のサンドイッチマンザラジオショーサタデー、ゲストは歌手の藤あや子さん、はい、そして来週月曜日ナイツザラジオショーのゲストは桃色クローバー Z の高木恵美さんでございます。そしてお聞きの日本放送、この後は宇藤のラジオでお楽しみください。はい、ここまでお届けしたのは中川家のレイジとセスト東島恵里でした。我々とまた来週の金曜日お会いしましょう。さよなら、さよなら。